<laughs> マイク入ってなかったね、今ね。いろいろ喋ってたのにマイク入ってなかったって。あ、そう。一応ね、今日のテーマとしては何かっていうと、えっ、ー、と、これです。はい。努力を惜しまず、苦難を耐え抜いた普通の人間を成功者と呼ぶということで、大抵の人はですね、みんな自分とは違う人間が、そもそもね、遺伝子というか、生まれつき的にも違う人間が成功するんだっていうふうに言ってるんですけど、そうじゃなくて、努力を惜しまなくて、で、かつ、その苦難を耐え抜けた人、 そういう普通の人間なんだけど、たまたま努力を惜しまなくて、苦難を耐え抜けた人間のことを成功者と、というふうにですね、僕ら呼んでるんですよ。うん。だからなんかこう、自分とは違うんだって思うことによって、勝手にですね、なんかこう、成功者は違うんだみたいな風に切り分けるんてどうなのっていう、ちょっと、まあ、皮肉も含めてね、込めて今日はちょっとそんなタイトルにしました。はい。で、今日ちょっと酔っ払ってるんで、はい。あのー、炎上しないように気をつけますけど、はいえ。軽めに失業とやって、ちょっと今日ね。 やろうと思っております。はい、なんで必要です、うん。そもそもね、そもそも OS1 飲んでる時点でだいぶ酔っぱらってる感がありますね。とこさん、水ある？水ある？ちょっとこれも飲む？追加しようかちょっとはい。でお飲み物あげるよ。 みんなが炎上もフリフリ <laughs> そうですねうん <laughs> ワイン会だったんですかあ、今日はね、すごいワイン会でしたあの本当にすごいワイン会でしたはい、楽しかったしメンバーもすごかったし素晴らしいワインを飲んだし ワイン会ってこれでいいんですよね。お金で買えないんですよ、ワイン会って。うん。お金を出しても手に入らないワインってのがいっぱいあるので。そういう意味で言うと僕はすごいワイン会が好きですね。お金を出しても手に入らないっていう点で言うと。酔っ払いとこう十何回教えてほしい。7ぐらいです。はい。ライブ配信ですかあ、ライブ配信じゃなかったらどうやってやったのか逆に聞きたいですね。 ワイン以外に飲みませんかあー、飲むけど、いや、僕お酒全部好きなんですけど、でもワインが今一番多いですね。うん、圧倒的に。はい。あれ今日は少ないですね。あ、だと思います。なぜかというと、今急に始めたからです。はい。急に始めたらしばらくの間は人は少ないと思います。 しばらくの間はね。はい。そらそうだったんですけど。はい。目が座がってらっしゃいます。あ、座ってはないんですけどね。はい。ちょっと歯が黒い。あ、歯は黒いです。なんでかというと、あのー、赤ワインを飲んだ後って、絶対一旦黒くなるんですよ。で、歯磨いたりとか、うんぬんかんぬんして、で、歯の色て消えるんで。 大和さんの部屋は一軒家ですかあ、僕ね、いくつか家がありまして、一軒家もあるんですけど、あの、一軒家じゃないところもあります。なんで、ちょっとど、ど、どれを言うかによって結構違います。猫さん猫さんはい、あ、ちょ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 っと涙出てんね。吹こう。吹こう、吹こう。猫、ね、さんははいは、ね、い、はいああ、あい。嫌がね、嫌がはい。 ああ、いや、びっくりしたねびっくりしたはい、ちょっと、ちょっと、こっち向いて。こっち向いて。涙だけ拭かないと。ついちゃうから。おお、きれいになったじゃん。ああ、きれいになった。よかったじゃん。<laughs> チャンネル登録者減少傾向ですね。ああ、うるせえわ。<laughs> えっとね。 YouTube のチャンネル登録者は、あの、炎上してからまあまあ減りましたが、ただ僕のチャンネルってもともと、あの、これサブチャンネルなんですよ。で、あの、メインチャンネルである D ラボの回数が増えたら、むしろ、そのメインチャンネルというか、あの、の回数が増えたら、YouTube ってどうでもいいっていうのが僕のスタンスなんで、な YouTube、言い方悪いんですけど、おそらく僕の、 あの、D ラボの方を見てる人は、YouTube 見なくなると思います。なんだかって言うと、D ラボの方がはるかに情報の質も濃いし、情報の角度も高いし、役に立つんで。だから自然と見なくなっちゃうんですよ。だからそういう意味で言うと、チャンネル登録者はもともと僕は増やすことを目指してません。もともとチャンネル登録者を増やそうみたいな、あのー、なんスタンスでやってないんで、まあ、減ったところでだから何なのって話なんで。はい。D ラボの、あのー、なんだろう、あのー、課金してる くれてる人たちっての増えてるんで、全く問題ないんで、はい。時々いるんですよ。やっぱこう、チャンネル登録者が減ってるかどうのっていう人いると思うんですけど、Twitter とか i n s t a とか YouTube のチャンネル登録者の増減ってもう何の意味もないですからね。えー、特に今はまあ、賢い方は分かってると思いますけど、YouTube のチャンネル登録者と、あの、月間の収益っていうのはもう相関しなくなっちゃったんですよ。なんか YouTube が、皆さんほら、多分 YouTube のホーム画面とか見た時にお勧めされてくるのって、 チャンネル登録、登録数が多いチャンネルもあれば、すごい、え ?3000 人ぐらいのチャンネルでなんでこれ YouTube を俺にお勧めしてきたんって思うようなチャンネルとかも出てくるじゃないですか。あれ何かっていうと、YouTube 自体がそもそもチャンネル登録者っていうのを意識しないようなアルゴリズムになってからなんで、はい。わざわざだからこれを聞くっていうのはちょっとまあ、お,おかというか、まあ、YouTube のことはあんまよくわかってない人なんだなっていうのがわかるっていう、そういう感じですね。はい。 第五さんはホワイトニングは定期的に行きません。はい、ごめんなさい。行かないです、僕は基本的には。はい。ホワイトニングって行った後ね、ワイン飲むとね、すげえ黒くないんですよ。ホワイトニングって、あの、あの、歯の表面な加工とか剥がして、漂白して、っていう感じなんで、その加工が戻るまでは、何日間かは、もうそれこ1日とか2日とか、まあ場所によっては3日とか1週間とかいう人もいますけど、あの、白いもの以外は食わないでください、みたいな。でそういう風に言ってくるんですよ。白く、保つためにね。 だったら最初から全部はい引っこ抜いてセラミックに変えた方がいいと思うんですよ。そんなに白いのが気になるんだったら。うん。恋愛の相談でも何でもいいですよ。YouTube はそもそも DLAVO の入り口なんで、よくだから僕のこのチャンネルを YouTuber の枠組みで比較する人いるんですけど、残念ながら僕はその YouTube はサブチャンネルなんですよ。これサブチャンネルなんですよ。もちろんその炎上してからちょっと減ったけど、減ったとはいえ、 でも2百二三3 0万人ぐらいいると思うんですよ。僕はあんまり把握しないけど、どうでもいい把握しないけど。はい。でも、それってサブチャンネルなんで、サブチャンネルで2百二三3 0万人いるチャンネルを探したら、まあ、あんまりいないんじゃないかなって思いますけどね。はい。あ、スパチャが来てました。ごめんなさい。 気づきました。答えます。えー、っと、今年から社会人です。これから学生からしっかりと社会人として生きていけるが不安です。何か社会に出る上で大切にしたことが、大切にしておいた方がいい心情なのありますか心がけていた方がいいことはありますかということなんですけど、ないっすね。はい。社会人が、んとね、あの、学生の違いって別にないですよ。社会人の人たちは、いや、違うってふうに言うんですけど、正直、あのー、むしろ、僕に言わせてもらえれば、 社会人だから何かがいいとか悪いとかってないです。はい。若いとか年取ってるとかって関係なくて、学生からしっかり社会人として生きていけるは不安ですからなんですけど、ほっといても社会人にはなっちゃうんで、ほっといて社会人になった人たちが、なんとなく社会人っていうその市民権を得て偉そうに言ってるだけなんで関係ないです。で僕も、はっきり言います。社会に出たことありません。 はい。僕も学生の時からやってるビジネスをそのままやってるんで、社会人になったって感覚は全くないんですけど、大事なのは頭を使うことであって、社会に溶け込むことではないと思います。で、実際に、今チャットで打ちましたけど、メグジーツさんって人の、メグジーツっていう先生がいるんですけど、その方の本の人生は2次代で決まるっていう本があって、その他見てもらって、その学生の時に何をするかってことは社会人になってからの,その自分のその成果とか人生を決めるんですよ。だからね、あんまりね、社会人になるために何かをしなくちゃいけないってことはないですよ。うん。 相手の人は何もしないでたまたま社会人になって、なんか成り行きで社会人風を装ってるだけなんで関係ないと思います。はい。豊ってお金を稼げばいいだけの話ですから。はい。かなり酔ってるね。はい。酔っ払ってます。はい。今日はね、すごくいい話会だったんで、酔っ払ってます。はい。今日はちょっと危ないです。はい。あでも炎上しません。気をつけます。 えー、一路で東大目指したんですが、共通テストで自己最低点を取りました。これからどうすればいいか、えー、検討もつきません。どうしたら立ち直れますかということなんですが、えー、そうですね。でも、多分、センター試験とか、共通テストで最低点を取るって、言っちゃ悪いんだけど、二つです。基礎学力が一時しく足りないか、それか、えっ、ー、と、センター試験とか、その共通テスト用の勉強してなかったか、どっちかなんで、それやったら、 いいと思いますけど。うん。共通テストって、あれ、穴埋めみたいになってるじゃないですか。僕、だから、あんまりあれ好きじゃないんですけど、でも、あれで取れない人って、あの問題形式に慣れてないだけの人なんですよ。解き方とかが、まあ、要するに採点しやすくするために、え、決まってるというテストの形式なんで、だから、あの問題をやりまくればいいと思うんで、だからね、多分ね、共通テストとか、あとは、もしとかで点が取れない人って、結論から言ってしまうと問題取れない人です。問題解かないで、 その、試験形式で問題を解かないで、ひたすら、あの、教科書読んだりとか、あの、問題集を解いてるだけの人みたいな人がいると思うんですけど、あの、一番、科学的にも頭に入りやすい勉強方法っていうのは、テストを解くこともしを、あの、解くことあとは問題集を解くことなんで、試験形式で勉強するのが一番いいです。だから、問題集をおもむろに解く場合でも、えー、自分が受ける、 ま、大学が、例えばじゃあ数学の試験が90分だったら、90分の時間に区切って90分以内にどこまで解けるかみたいな、そういうのをやりまくるっていうのが必要だと思うんで、多分実践形式のテストとか問題を解くっていう経験が足りなかったんだと思うんで、それやったらいいと思います。はい。立ち直るとかじゃないですね。足りなかったことを、あの、なんだろう、自分でちゃんと受け止めた方がいいと思いますよ。うん。 えー、24歳社会人です。同僚に告白をしましたが、振られました。その後も、えー、友達でいてほしいと言われたので、連絡を重ね、えー、他の人とは複数人で遊びに行きました。告白から4ヶ月が経ち、勇気を出して一緒に遊びに行かないかさったら、二人ではでは無理だと言われました。これはお別れを伝えて、私に住んだ方がいいですかとかなんですがえ。そうでしょうね、これはね。いや、そもそも、もあのね、大事なポイントがありまして、相手に告白して振られました。振られた時に、その後も、友達でいてほしいっていう、 男または女は、クソビッチか、超やりちんかどっちかですよ。はい。なんでかっていうと、そもそもね、本当にいいと思う子だったら、告白された時オッケーするんですよ。しないで、いや興味がなかったら、いやー、ごめん、俺無理だわ、ごめんねっていうふうに言うんですよ。ところが、その後も友達でいてほしいって、いや、ワンチャン行くかもしんないと。なんなら、セフレぐらいだったらオッケーっていうのがなかったら、 友達でいて欲しいなんて絶対言わないんですよ。で、それは言われてる時点で、あいつが、まあ、あの、あ相手が、クソビッチか、あのー、やりちんかっていうふうに思った方がいいと思います。はい。で、それから4ヶ月うんぬんって言っても、やっぱ人では嫌なんですよ。要するに重いし、自分はもっといい男、またはいい女いけるって相手は思ってるんですよ。二人で会おうと思うとめんどくさくなりたくないから嫌なんだけど、でもワンチャンなりゆきで、まあ、そういう関係になれるのもいいから、キープしてるって相手なんで、 そもそも自分が好きだったらさ、自分が逆になっちゃうと思ってください。相手が好きだと思ったら、告白されてから、いや、無理って言って、それから、ね、複数人で遊びに行って、二人で遊びに行こうっていう時に、いや、ごめん、無理って言います。言わないですよね。全然興味ないわけですよ。そうだから、あの、とっとと次行った方がいいですよ。うん。日本製のカットソー中心の素材にこだわったシンプルアイテムのアパレルをやっております。SNS へ宣伝するにはインスタグラムや Twitter、 tiktok などおすすめありますかとかなんですが、うーん、あのね、ビジネスとしてやるんだったら、多分、SNS で宣伝してもいいんだけど、 インスタとかティックトックとかやる暇があるんだったらやってもいいんだけどやりながら広告もお金かけた方がいいですよ。広告のお金のかけたとかえ、どういう広告にいくら突っ込んだらどれぐらい売れるかっていうそういうハックをした方がいいです。あの、最初から例えば何千万も広告費にかける必要はないけど、数十万とか、まあ、100万とか200万ぐらいはお金をかけてもらって、それで広告を打ちます。で、どういう広告がみんな刺されるかってことを調べた方がいいです。なんでかっていうと、あの、別に日本製のカット層でも何でも構わないと思うんですけど、物を売るためにはやっぱりある程度宣伝ができ ででできないといけないいいとけんですよで今まで自分が SNS でインスタグラムとかティクトックとかそういうのやってフォロワーがいる人が売るんだったらいいんだけどフォロワーがいない人がこれからインスタとかティクトックやったって何にもならないんですよなんでかって商品が売れるようになるまでに何年かくるねんって話なんですよだから普通に広告をハックした方が早いんで、えー、広告をハックしてくださいはい YouTube はサブ、メインはディエラをその通りです。はい。全然 YouTube を僕メインチャンネルだと思ってやったことは今まで一度もないんで。はい。なんか YouTube でなんか DaiGo の YouTube こうだねとか言われてもいや、サブちゃんだからあんまり文句言えないでって僕は思うだけなんですけども。はい。じゃ続いて。えー、私はオンラインよりオフラインの方が好きで、えー、オフラインでのコンテンツ、各行えー、旅行、鉄道、百貨店などに携わりたいと思っています。ただ近年成長しているのは相手業界とかオンライン系だし、えー、DaiGo さんをはじめ優秀な人はオンラインでの需要拡大を狙っているように、えー、思います。えー、オフラインコンテンツの今後どう思います なんですがえっとね、結論から言うと別にオフラインのコンテンツは人気がないわけじゃないですよ。例えば旅行だったりだとか、えー、あと商品の販売で、例えばワインとかでもそうですよ。今日はちょっと飲みすぎてるんでワイン飲んでないですけど、ワインとかもオフラインじゃん。じゃあでもワインとか、えー、旅行とかをみんな買うときどう買うかって言ったらオンラインで買うんですよ。つまり今までオフラインで買っていたオフラインのコンテンツを、僕らは今オンラインでオフラインのコンテンツ買うようになってるんですよ。例えば旅行行くときに、ね、 旅行の先の予約とかをネットでできたら僕ら絶対便利じゃないですか。だから、ネットで買うじゃん。そういう、旅行とかそういうもんで予約取るじゃないですか。でも、じゃあ、ネットで予約取りました。じゃあ、ネットの予約取ったから、じゃあ、あなたはネットでこの温泉が楽しめますよって言われても、何の面白みもないじゃないですか。いや、オフラインで楽しみたいじゃんってなるじゃないですか。だから何が言いたいかっていうとね、オンライン、オフラインで分けるのバカげてるんですよ。僕らは、入り口は全部オフ、あの、オフラインなんですよ。 入り口は全部オンラインなんですよ。ネットで予約したい。ネットで物を買いたい。ネットで食材とかも買いたい。でも結局楽しむのはオフラインなんですよ。そう。目の前でご飯食べたりとか、温泉に入ったりとかするわけなんですよ。だから大事なのは、オフラインとかオンラインとかで分けるんじゃなくて、オンラインで今までオフラインだけで売っていたものをどれぐらい、えー、だろう、その買いやすく めんどくさいことがなくできるかなんで、オンラインの知識を使って、今までのオフラインコンテンツをどれだけ便利にできるかってことを考えなかったら、あの、広がらないと思うんで、オンラインとオフラインできちっと分かれるのが、そもそもおかしいと思います。 えー、努力できる才能は生まれつきはやはり、えど、努力できる才能は生まれつきやはりあるものですかってことなんですが、いや関係ないと思うんですよ。うん。努力っていうか習慣化をどう作るかってことなんで、一応今日のタイトルでも努力を惜しまず、苦難を耐え抜いた平凡な人間のことを人へ成功者と呼ぶってタイトルに入ってますけど、ガイラの方にも超習慣術というのが入ってまして、これなんかはあの、努力を、いわゆるこう習慣化することによって人間の人生って変えれるんですよ。 そう。なで、この動画はですね、あの、この動画で、この本は概要欄からですね、今、あの、アマゾンのオーディブルの無料体験で聞けますので、よかったら見てみてください。大事なのは、自分が、めちゃくちゃ頑張ったりとかしんどいっていう,う感情を感じないで、が、あの、頑張るというか、その、習慣化して、それを続けることなんで。うん。すいませんね、今日だいぶ酔っ払ってますね、僕ね。自分でもわかる。 こんばんは、ディーラバカイン27歳。小野田です。ウィズへお付き合いすることになった方がいるんですが、え、ね、既婚者リアかはできました。まだ利クですが。え、ウィズはこっそり既婚者登録できるんですかまた私、見魅力がないん、ね、で、マッチングアプリで、えー、いい方を見極めるコツがあれば教えてください。そうなんですけど二つあります。まずは、既婚者かどうか聞いてください。うん。普通に、独身ですかって聞けばいいと思います。はい。で、それで嘘つくんだったら、そういう人なんで。 だから聞けばいいと思いますよ。というのがまず1個目。で、えー、wiz はこっそり既婚者登録できるんですかって言うんですけこっそりも何も、自分がいつだったらどんなサービスでも既婚者でも登録できちゃいますから。うん。そこは別に wiz がどうかとか、とかっていうことは関係ないと思いますけどね。で、マッチングアプリでいい人を見極めることなんですけど、自分を良くするしかないです。あの、メンタルが弱い人ってダメな男に引っかかるという研究があるんで、自分のメンタルを安定させて、いい人と付き合えるだけの、まあ、メンタルの安定セットの手になくちゃいけないんで、もし相手が既婚者利益が出てるんだったら、 あるいは、その、そういう相手を、と自分が当たっちゃったんだったら、悪い人に当たったな、次行こうかじゃなくて、悪い人に当たっちゃったな、当たっちゃったなと。で、自分も、のメンタルもちょっと磨き上げて、いい人である人間ならないなっていうのを考えるべきだと思いますね。うん、あの、dtalk やらないんですかあ、dtalk ちょっと無料化しようと思ってまして、しばらくやれません。はい。dtalk ね、こ、こ、コストがね、コストっていうかなんかね、重すぎて、あの、 いろいろ重すぎて、ちょっと、ちょっと無理だなって思っちゃって <laughs>。無理っていうかまあ、コスパが悪いなって思っちゃって、はい。一人一人がね、あの、d トークね、おお重いんですよね。そう,そうそうそう。それがあるので、あとはその、えっと、d ラボで今まで散々説明してる内容を何回も聞かれて、あ、ちょっと違うなって思っちゃって、だから d トークは、一応近々無料化しちゃって、もうコミュニティサービスにしようと思ってます。はい。 正直。うん。だってさ、やっぱこう、すごいこう、長い話をされて、いや、私はこうでこうで、こう辛くて、こうでこうで、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 こういうことに苦しんでて、こういう風になってて、こういう辛い方で、こうで、で、こうなってますどうすればいいですかってあ、えっと、すいません、この動画見ましたみたいな、そういう質問になっちゃうんですよ。それだったらわざわざ答える意味ないなと思って。うん。自分で調べてみればわかるのに、それに対してないって、どういうことかって、だから解決できないんですよ。そう。だからそういう、だって本当に辛かったら、自力でめっちゃ調べるんですよ。 それをしないってことはそういうことなんだなと思っちゃって、それをやる意味ってどこのぐらいあるかなって思っちゃったんですよね。そうそうそう,そう。長いんですよね。D トークはもうちょっとうん、サービスとしてはもう無料化しようかなって思ってます。今は。でも無料化しないでって人もいるんですよ。やっぱりそのコミュニティだけで使った人たちからすると、無料化しちゃうと、なんかこう、 無ぞ無むぞが入ってきちゃうから嫌だっていう人もいるんですよ。値段をむしろ上げてくれって人もいるぐらいなんですよ。いい人間関係を作りたいからって。まあそれはそれでなんか考えるべきだと思うんですけど、ただなんかその、お金払ってるんだからこういうことをしろって言われると、ああ、じゃあ、なくていいかなって思っちゃうっていうのが、そう、なんで、うん、幻のサービスになる可能性がありますね。はい。 朝、ネガティブな予測をすると脳機能が低下する研究結果をから避けるようにしてたんですが、えー、昨日のところで朝の時点でその人のストレスは適切に評価べきすべきとの、えー、結論だったかと思います。えー、朝の習慣としてその人のストレスを適切に評価し、えー、コロナに加えたら成長できるという感情に切り替えることが最善でしょうかと思いますが、えっ、ー、とですね、これに関しては朝、ネガティブな予測をすることによって脳機能は確かに下がるリスクはあります。ただ、えー、昨日の成果何かというと、レジリエンスが高い人 ストレスに向かい合う力がある人は、えー、ストレスを課題評価する、あるいは正当評価することによって、えー、自分が、その、自分の一日をコントロールできてるい。今日はストレスが強そうだなじゃあこういう対策をして、ストレスを盛り込みようかなっていう戦略を立てるっていうのが大事なんですよ。何が言いたいかっていうと、あの、自分がこれから抱えるストレスとか、そういう問題と向き合うのって、あるいはある点で大事なんですよ。大事だから、それと、ちゃんと向き合える人は、ちゃんと向き合った方がいいんですよ。そう。だから、 ま、言い方あなんですけど、じゃあ、ネガティブなことがあるって分かってるのに、よしポジティブになろう今日はもう最悪な上司と最悪な仕事があるけど、大丈夫俺ならできるポジティブみたいな風にやっちゃうとどうなるかっていうと、まあ、当然ポジティブに行くわけもなく、問題を乗り越えることもできないんですよ。だから、乗り越えなくちゃいけない問題とは向き合えっちゅう話なんですよ。そう、だから無駄にネガティブに予測する意味はないよっていう研究なんです。前も言った通り。だから自分が、 じゃあ、嫌なことがあるだろうけど、自分の力だったら乗り越えられるだろうなと。で、こういう対策して乗り越えようと考えるのは大事なのに、多くの人はそれを考えないで、いや、もう今日嫌な上司と一緒に仕事だから、もう最悪だと。もう俺死ぬわと。いうふうに思うわけなんですよ。そういうふうなネガティブな予測をしたら意味ないよねって話なんですよ。つ対策なきネガティブっていうのは意味がないよって話だけなんで、だから前回言った話と、前々回というかまあ、か結構前に言ったネガティブな予測をすると、脳機能が低下するって話は矛盾してないです。はい。 対策をしないのにネガティブなことを考えても意味ないよって話なんですよ。だいぶ酔ってます。はい。えー、大悟さんの以前の動画を見て、ひろゆきさんはダークトライアドでカバータグレッションの要素もあると思うんですが、大悟さんはなぜひろゆきさん仲良くするんですかいつか裏切ら,りやまれ,らりやれませんかとかなんですが、ひろゆきさんは全然ダークトライアドでもカバータグレッションでもないと思いますよ。全然。はい。なんでかっていうと、 カバートアグレッションとかダークトライドは大事な人でも理性にできないからです。ひろゆきさんは大事な人は大事にするし、要するに話したりとかしても、やっぱりここまでは守って、ここから先は違うってわかるんですよ。言ってしまうと、僕もひろゆきさんもそうなんですけど、どうでもいい人はどうでもいいんですよ。 自分の大事な人、ろゆきさんだったら奥さんとか、自分のビジネスの仲間とかありますけど、そういう人は大事にしますよと。それ以外は別にどこでも良くないですかっていうのがろゆきさんの考え方なんですよ。多くの人が、みん、タレントとか有名な人はみんなを大事にしなくちゃいけないと。社会に対して貢献しなくちゃいけないと思ってるんですけど、そんなことないから。 貢献したくない社会に貢献する必要なんてないんですよ。それがまさに民主主義なわけなんですよ。助けたくない人を助ける必要ってないんですよ。僕何回も言ってますけど、僕は猫の方が好きなんで、人間よりも。人間よりも猫を助けますけど、それは別に僕の勝手でしょでひろゆきさんもそうですよ。ひろゆきさんも、多分、 一般的にはその辺によくわからない人間よりかは奥さんとかの方が大事だと思うんですよ。それを守ることに何かおかしな点ありますって話なんですよ。だから僕はひろゆきさんとなぜ仲良しするのって言われたら、ひろゆきさんは誰に何と言われようと自分の大事な人を、えー、守るという人だからです。逆に言うと自分にとってどうでもいい人を、そのさらにどうでもいい世間一般のために、いやー僕はあの日のこと応援しますよって心にもないことを言って自分の大事な人を犠牲にするってことはしないからです。つまりもっと言うと、 僕から見ると見にくいのは、多くのタレントさんとか、多くの、えっ、ー、と、一部の一般の人たちで、世間体のために大事な人を犠牲する人いるじゃないですか。例えば、世間体を良くするために、自分の奥さんをすごい髭、髭下したりとか、いや、うあの、うちの具材が、とか、言う人いるじゃないですか。 奥さんをわざわざ下げたりとか、僕、ああいうの許せないんですよね。いや、お前が命かけて一生世話するって、守りたいっていうことで結婚した女じゃないんかいと。え、それもみんなの前で下げるって、クソ野郎だなって思うじゃないですか、僕は。僕、そういう男は生きるかしないと思うんで、そう考えると僕はヒロウキさんは僕と近いです。ヒロウキさんは、自分が選んだ人とか、自分がこの人はいいと思うとしか絶対守る人だと思うので、うん、ヘラヘラ、あね、してるキャラだけれども、でもそういう人も守ると思うんで、だから僕はね、あの、言ってるんですよ。皆さんに芸能人の中でも、 いるじゃんみんなにいい顔する人っているんですよいい顔するのに、僕は今訴えようとしてる、なんかよくわからない、あの、テレビとかの MC ではブイブイやってたんだろうけれども、まあ、その後 YouTube に入ってから70万人ぐらいしか登録者いなくて、なんか滑ってる元芸人さんとか、いい、いるんですよとか、なんか飲酒運転で、あのー、ね、捕まってるくせに人の子やれそうに言う、あの、お昼の番組の大して視聴率も取れてない番組で MC やってるおっちゃんとかいるんですけど、そういう人って何が、僕が言いたいかというと、大事な人を守らないくせに、 みんなにとって、なんかみんなからチヤホヤされたいからいいこと言うんですよ。でもそういう奴らって卑怯じゃないって僕は思うんですよ。で、ひろゆきさんはそういう人じゃない。ひろゆきさんは誰を守るか。何に対しておかしていかとかを自分で明確に決めてるんで、僕はそういう人は好きなんですよ。そう。だから僕はひろゆきさんが好きです。はい。大好きです。うん。なんか悪い方なんです。 え、髪の毛が、えー、かゆく、フケが出ます。いい対策方法ありますか今、髪にワセリン使ってます,ですがえっとね、ワセリンは結構ね、 あの、微妙かもしんない。あの、頭皮とか、髪とかに対してメリットをもたらすような、えー、オイルを使うんだったら、あの、ココナッツオイル一回使ってみてください。はい。あのー、吹けが出るはちょっとね、あの、洗い方とかの問題もあると思うんですけど、髪の毛に一番いいオイルは、僕は多分、あの、簡単にねオイルの中だと、多分ココナッツオイルが一番いいと思うんで、ココナッツオイル使ってもらうといいかもしれませんね。あとはもう普通に、あのー、炎症を少なくするような、 あの、吹けとかだと、あの、頭皮の炎症とかの問題とかあるので、炎症を減らすような抗炎症作用が強いような食材、まあ、ブルーベリーとか、そういうのとろをたくさん食べてみるてのがいいんじゃないかなと思います。はい。ひろきさんの悪口は僕言ってないですよ。ひと、ひと言も言ってないですよ。なんか言ってる人いますけど。僕、ひろきさんは全面的に認めて、認め、認めてるっていうか、もうひろきさん好きですよ。うん。こんばんは。こんばんは。 明日、車の教習があります。えー、車の免許を取る上でのアドバイスをください。1日1時間、1時間のみ技能を受けられますってことなんですよ。えー、すみません。僕ね、車の免許取ったことないんですよ。僕、小型船舶の免許を取ったのに、車の免許を取ってないっていう不思議な人間なんですよ。なんで、車の免許に関しては、あの、何て言うんだろう。アドバイスをあんまり出せませんけど、 車の免許って基本誰でも取れるものだと思うので、アドバイスとかは必要ないと思います。当たり前のことを当たり前のようにやれば取れるのがあの車の免許なので、むしろ車の免許を取る上で、あのー、特殊なテクニックとかを求めると、かえって滑ると思うんで、本当当たり前のように言われたことができれば全く問題ないと思いますけど。はい。誰でも取れるあの試験だと思いますよ。それは。 えー、会社の後輩と付き合いすぐにどうして先輩として見れない、えー、ど、どうして先輩としてしか見れないと、ん日本語おかしいな。会社の後輩と付き合いすぐにどうしても先輩とし,かと先輩としてしか見れないと振られました。一緒にいてお互い、えー、楽しい時間を過ごせていたと思っているのは何が悪かったのか悩んでいます。何かアドバイスいただけますかとなんですが、あー、えっ、ー、とね、これに関しては、男性というか恋愛に関して男性に求めれる魅力って二つありまして、 え、実はですね、この二つを満たしてることが大事なんですよ。親近感と、でも親切さとか、の、付き合いやすさという、この親近感と知性です。この二つが大事って言われてるので、おそらく、会社の後輩と付き合っても、先輩としてしか見られないんですっていうふうに言われたってことはどういうことかっていうと、先輩としての人間関係が担保できるっていうふうに言っただけなんで、親切さとか親近感はあったんですよ。多分、知性が足りなかったんでしょうね。 多分、後輩先輩って関係いるから、同僚みたいな関係として見られたと思った方がいいかもしれません。要するに、後輩から見たときに、先輩としての頭の良さとか、まあ、人生の先輩として先に行ってる感覚もなくて、どうしても尊敬できないと。頭の良さっていう点で足りなかったって言われてると思うんで、だから知性を高めればいいと思います。はい。 えー、男をキープする女性に刺さる、すぐできるお別れの方法を教えてくださいってことなんですけど、え、男をキープする女性に刺さる、すぐできるお別れの方法、いやいや、普通に、普通に、お疲れって言ってわかればいいんじゃないですか。自分が別れたいだけですよね。うん。あとね、男をキープする女性って言いますけど、あの、男をキープする女性も、女をキープする男にも両方言えるんですけど、大体ね、何かをキープする人って、ろくなやつと付き合ってない傾向が大きいです。だって、冷静に考えてですよ。男性の皆さん、考えてください。ね。 自分の、じゃあ、恋愛対象の女性の中に、まあ、いけるって女性の中に、ガッキーさんとか吉岡里保さんがいたらどうですか絶対そのこと付き合うよね。他もいらんじゃん。別に。だって家に帰ったら、ガッキーまたは吉岡里保さんが待ってるんですよ。家帰るだろ、という話なので、どういうことかっていうと、中途半端な男とか、中途半端な女としか付き合ってない人がキープっていうのをするんですよ。要するに弱いんです。自分のメンタルが弱くて、自分的にはいや、無理だなと。 いや、この子と付き合えたらもう自分は他の男や他の女はいらんというふうに思う人にアプローチできない心が弱い人がレベルのちょっと自分よりもレベルが低い人たちをいっぱい唾つけてキープするんですよ。そう。だから言い方悪いんだけど、なんだろう。お金もすごくあります。ね、どこでも行けます。誰でも選べますって言いながら自分が傷つくと嫌だから、まあ、自分からしてはいつ振ってもいいんだよと、うん。向こうから振られても自分は痛み感じないんだよっていう中途半端な奴らにばっかり唾をつけてる。 中途半端な男また女がこういう考え方になるので、男をキープする女性とか、えー、に対して言う、刺さる言葉ってのとこにないんですけど、いや、ごめんなんかさ、うん、なんか君よりも <laughs>、もう可愛いし性格もいい子見つけたんだよねって言ったら分かればいいと思うんですよ。いい女子って飽きこないんですよ。なぜかっていうと、共に成長するんで。自分、相手が成長して、 自分も相手にふさわしい男になるために成長するとで。自分が成長したら相手もじ、その、ふさわしい女になろうと思って成長するんですよ。ということができるのがいい人なんで、いい人と付き合ってる人は、そういう感覚になりません。でしょ えー、小5長男のゲームや YouTube での寝不足が心配です。手鉄は常にいい点を取ってきま,ますが、えー、授業中に眠くなることがあるようです。なんて言えば早寝はまきができるようになるんでしょうか運動は、えー、成長痛があるとかで嫌がりますね。干渉すぎは良くないいうことですが、親としてできることを教えてくださいってことなんですが、ないですはい。親ができることはいい友達を作れるような環境に、 えー、子供が入れるようになるためにお話しちたいこと以外はありません。はい。え、そもそも、YouTube とかゲームとかで寝不足が心配って言いながらも、テストで常にいい点取ってるんだったら問題ないじゃないですか。うん。別にそれをほっとけばいいと思いますよ。なぜかというと、早寝早起きができるって、実はね、これね、日本の悪しき文化なんですけど、人間の早寝早起きとか、いつ寝るかいつ起きるかってって遺伝子で決まってるんですよ。クロノタイプって言って、うん。じゃあこれちょっと教えてあげますよ。 ディーラボでこういうのがあるんでね。で、もし、クロノタイプを知りたいんだったら、この、ちょっと、すみません、英語なんですけど、The Power of w a n Quiz っていう、あの、サイトがあって、今、今2つ打ちましたけど、これ見てもらうと、実はね、早寝早起きで脳の回転が上がる人って限られてるんですよ。で、今の日本とか、社会って頭おかしくて、 朝早く起きる人が勤勉って言われますよね、よくね。だから朝早く起きる人に有利な学校とかも時間割になってるんですよ。ところが夜型の遺伝子を持ってる子って朝早く起きちゃったら一日中頭ぼーっとしちゃうんですよ。むしろちょっと寝坊して夕方以降、ね、夜の5時以降とかに勉強する方がむしろ頭の中で早くなるんですよ。だから正直いい点を取ってるんだったらほっときゃいいと思います。はい。多分お子さんは 夜型の可能性がありますんで、夜型の人は、むしろちょっと寝不足ぐらいになる方が、頭の中えても早くなるし、えー点とかえー、テストの点とかでもいい点を取れるので、別にテストの点とか、その成果を出してるんだったら、親がとやかく言うことではないと思います。はい。 えー、フリーターから一点発起で、デマ館カンとウーバーに乗り換えて月収30から40万に達成したんですが、え、私は成功者の第一歩を踏み出してるんでしょうかお金が増えても不安が狭いわけですそうなんですよあ、でも成功者をどう定義するかだと思いますよ。うん。フリーターから月収3、40万って、まあすごいと思うんですけど、でも、なんて言ったら、デマイカンとかウーバーって、特にウーバーなんかそうですけど、タクシーとかも、なんでウーバーってああいうサービスやってると思いますああやってやって、例えば出前の人たち あるいは、ウーバーでタクシーを運転してるタクシー運転手たちの行動を全部ウーバーとかで記録してるんですよで。最終的にはそれを、あの、AI とかに教え込むような、あの、いわゆるこう、あの、教育用のデータとして使って、結果的には、あの、ロボットが全部配達できるようにするはずなんですよ。だから、じゃあずっと続けられるかって言ったら、続けられないと思います。そもそもウーバーとか出前館ってさ、時々気持ち悪いやつ来るじゃないですか。 僕の知り合いの可愛いい、可愛い女の子がいるんですけど、その子も、ウーバーでやっぱり頼んだら、あの、出前持ってきてもらって、で、よくからんね、その、ね、冴えない男が持ってきて、で、渡して、え、君可愛いねって、渡す時に言われたらしく、って話を聞いて、いやー、やっぱりね、タクシーとかウーバーとかって自動化された方が絶対いいんですよ。言い方悪いんですよ。僕別にタクシーのうんちゃんと話すの好きですけど、でも女の子とかの目になったら、女の子がね、 自分の家がバレるとか、深夜とかのそういう時間帯に、誰だかわからない人に車でどこ連れていくかわからない状態で車に乗ってめっちゃリスクじゃないですか。だからそういう意味でタクシーはもう問答、あの、もう問答無用として、ウーバーとかもやっぱりメカの方がいいんですよ。だって僕らがタクシーに求めるものって雑談じゃなくて、A 地点から B 地点まで移動するってサービスじゃないですか。だからそういう意味で言うと、 ウーバーっていうのは多分そういうサービスになってくるだろうし、出前館とかそういう出前とかも結局自分が貯めたいものがなる早で家に届くのがいいわけじゃないですか。だからドローンとかウーバーとかに絶対取って買われるんで、だから今その状態になっていいかって言ったら僕は微妙だと思います。そうやって教員、教,あの教育データをたくさんウーバーとか出前館とかそういうのに提供して自分が頑張れば頑張るほど、最終的には切られるのが目に見えてるんで、だから転職をお勧めしますけど。 えー、ぬこさんもみこさんもみこさんもしか勝たんということで、えっと、みんな寝てますね。はい。見ますかうちのニャンズたちを。はいこれで多分みんな画面の中に入ると思います。お真ん中がみこさんです。こっちがピコさんです。ぬこさんです。はい。床段に捉えられているニャン,ニャンズたちでした。はい。 続いて、えー、毎日母の愚痴を聞いています。その時は気分が悪くなるんですが、時間が経つとどうも良くなります。そして、ふと、えー、気になったんですが、こんな日々をご過ごしていると頭に何らかの影響あるんでしょうか愚痴を止めたいと思えば教えてください。母は大丈夫でしょうかってことなんですが、うーん、年を取ると愚痴は増えます。やっぱり。なんでかっていうと、朝起きた時に自分がどれぐらいのストレスを抱えるかなってことを考えると、 あの、年を取れば取るほどね、人間って、いや、まあ、私はこれだけ人間関係というか、人生経験あるから、ストレスかなんとかならずと思っちゃうんですよ。ところが人間っていろんなストレスをやっぱ受けるんです。で、自分の人生で自分が予測できないことが増えれば増えるほど人間のストレスって増えて、で結果、愚痴が増えるんですよ。なんで、うーん。 頭に影響あるかって言われたら、ストレスに関する影響とか、ストレスに関する、あの、不健康さとかあると思うんですけど、止める手立てがあるかって言われたら、多分一日の自分が抱えるストレスを正確に見つまわせることしかないですね。で、今日はあの、この放送の前に、あの、僕のね、あの、YouTube の方で、その愚痴を止めるための方法の変トになるような動画出してますんで、よかったらそれ見てください。はい。 え、現在、鬱で何もできず引きこもりです。u ウーバーイーツで過食は止まらず食品もやばいです。ホステスと、AV 長やってま、来ましたが、えー、表に出る仕事にも疲れてしまいました。何か新しいことをして稼げるようになりたいです。あまり資金もない中で何を始めるべきでしょうか生きていけるか不安です、ね。生きていけるか不安だったら、まあ、間違いなくお金がもらえる仕事をやるのと、あと、ウーバーイーツを頼むのはやめた方がいいですね。アプリ消してください。なんでかっていうと、 いや僕ね、すごい不思議なんですよ。ウーバーイーツって高いじゃん。なんでみんな使うの僕ちなみにウーバーイーツ使わないんですよ。なんでかっていうと、あの、家でサラダ作って食った方がいいから。健康にもいいし。でもなぜかお金がない人って、言い方悪いんだけど、あの、手近な快楽で満足しようするんですよ。だから、ちょっと歩けば物も買えるし、ちょっと歩いて行ったらスーパーがあってサラダを作れるのに、余分なお金払ってもウーバーイーツ行くんですよ。ウーバーイーツってね、お金を持ってる人に向けのサービスじゃないんですよ。ウーバーイーツって、 あの、むしろ、お金がないというか、自制心が足りなくて、自分をコントロールできない、言い方あいんだけど、ダメ人間向けのサービスなんですよ、ウーバーイーツって。そう。だって、ちょっと歩いていけば、ね、より新鮮な食材が買えて、健康的な料理が作れて、で、まあ、お金も、貯まるわけじゃないですか。でも、めんどくせえからウーバーイーツ頼んじゃうっていう話でしょ だから何が言いたいかっていうと、<laughs> そのね、まあ、ウーバーイーツで過食は止まらないんだったら、まずウーバーイーツで辞めるべきだし、ホステスとか AVJ とか別にそれはいいと思うんだけど、表に出る仕事でも疲れたって書いてますけど、そもそもね、疲れない仕事なんとかないから、どんな良い,い仕事しても絶対疲れるんで、だからどの苦しみだったら受け入れられるかと考える必要があるわけで、何を始めるべきかを考えるんじゃなくて、まず何を辞めるべきかをご自分で考えていただいた方がいいんじゃないかと思います。と思います少なくともウーバーイーツはやってもしょうがないと思いますよ。うん。あれは、 ダメ人間製造機ですから。そう。あのね、やっぱね、ダメな人ほどウーバーイーツ使うのよね。だって、普通にさ、スーパー行ってサラダ買って、サバ缶乗っけたりとか、ね、あの、ササをちょっと軽く蒸してさ、乗っけた方が絶対健康的じゃん。安いし。なんでやらんな、ないんだろうと思っちゃうんですよね。うん。だから僕はちなみにスマホにウーバーイーツ入ってないんですよ。ウーバーイーツが出前系のサービス一切入ってないんですよ。僕のスマホには。 はい。無駄だから。男です。えー、相手が初エッチだったらしく、全身くすぐったいらしいです。えー、自分はこれからどうすればいいですかということなんですが、えー、全身くすぐったいのにはよくわかりませんけれども、相手が初エッチだったら、えー、逆にその、えー、セックスの楽しさを相手に教えてあげればいいと思うんですよ。でそういう点で言うと、えー、相手が女性だったら、女性ってね、実は、あの、くすぐったいっていう感覚って、あの、痛みと近いんですよ。だから、くすぐったいって言われたら、 あ、痛かったんだろうなって考えてください。基本的にはですね、痛みとかくすぐったさっていう、この感情って、この感覚って、快感に勝るんですよ。なか女性に対して、あの、なんか AV で見たことあるような、結構激しい恋動きからする人いますけど、ああいうのって痛みを作っちゃうんですよ。で、痛みが生まれると人間の体の快感とかそれ以外に全部止まります。要するに、痛みが、 あの、出ていないっていうのが条件で快感って感じれるんで。だから、痛かったんだろうなと思っていただいて、もうちょっとソフトにすることあとは、えっ、ー、と、相手にリラックスを与えてあげるのが大事だと思うんで、まあ、まあの、そのね、セックスする前にマッサージをするとか、相手をリラックスさせてあげるとか、温泉連れてってあげるとかもいいんだけども、そういうことをやってもらって、あの、下半身の血流を上げるリラックス効果があるような、えー、行動をやってあげるといいんじゃないかなと思います。 えー、数年前に別れた人ずっと仲いいんですが、えー、最近私は彼から来ました。えー、元彼からやっぱ寂しいねって言われました。えー、お互い見りゃなく戻ってもよくいかないの分かってるから、えー、戻ることはないのに私も寂しくなりました。これも失礼なもんなんでしょうか。お互い、えー、大切なのは今後も変わらなそうですことなんですが、あー、やばいっすね、この人は。はい。まず数年前に別れた人ずっと仲がいいって時点で頭を、頭おかしいって言っちゃった。えー、もうおかしいですね。はい。なんでかっていうと、お互いキープ状態。 って思ってるってことなんですよ。やっぱり、そういう意味で言うと。で、彼ができたわけじゃん、自分は。そしたら彼のことを大事にしなくちゃいけないのに、ワンチャン元彼と戻ってもいいというか、あの、それでも大事な人と思ってることじゃないですか。で、これ彼、あの、今ね、新しいでき彼の身から考えてみてください。めちゃくちゃうざくないそういう女。うん。いや、あんたと私好きだと思ってんだけど、元彼のことはずっとお互い大事なのは変わらないのって言われたら、いや、じゃあお前と違う女と好き合うってなるんですよ。つまり何が言いたいかっていうとね、 目の前にいる関係を大事にできない人は、ずっと良くなる人間関係を、あの、作り続けます。だから、もちろん元彼がいいようが元彼がいいようが、友達でもそうですよ。昔のね、あの、職場の考えとかではいいけど、でも人間ってね、今この瞬間しかいけないんですよ。今この瞬間しかいけないのに、向き合わなくていい過去の関係を大事にしてたらどうなるかって言ったら、今この瞬間を全部失い続けるんですよ。だから人生うまくいかないんですよ。 人間が、じ、新しい人生を始めることができるのは、今この瞬間からだけなんですね。なのに、過去にしがみついて、いや過去のこれは大事だったね。そりゃそうでしょうよと。だって過去は変わらないから。うん。いつでも綺麗なままにってくれますよ。初恋のね、恋愛とか美しいじゃないですか。だって過去だから。初恋なんてもう二度とないし。うん。その人なんか今どこにいるかわからないから。うん。綺麗でしょうね。でも違うんですよ。今この瞬間と向き合わなければ人生は始まらないだ。だから今この瞬間から、お互いに、 逃げようとしてるだけの考えだと思うので、普通にブロックして今の体を大事にしてあげてください。はい。それ以外道はないと思いますよ。じゃなかったら永遠に過去に生きればいいと思います。 先ほどご回答ありがとうございました。アパレルやってるものです。えー、先ほどアドバイスをいただいたように、広告の勉強しようと思っております。おすすめの本はありますかと思います。えっ、ー、と、広告はでもね、自分でやってみないとわかんないですよ。あのー、Google AdSense の本とか読んでもらってもいいと思うし、あとはデータ、あのー、いわゆるこう、データサイエンティスト系の、データサイエンス系の本とか読んでもらってもいいと思うんですけど、あのー、簡単に言うと、じゃ例えばじゃ広告費1万円かけましたと。ね。いたときに、1万円広告費をぶっこうなときに、じゃ どれぐらいのお客さんが取れるかって話なんですよ。例えばじゃあ、えー、まぁ、わかりすぎうと、そうな、んじゃ広告費を3000円突っ込みましたと。うん。で、3000円突っ込んで、1人獲得できましたと。広告を、まあ、バーって売って、自分の商品を買ってくるお客さんが1人つきましたと。3000円につき1人買ってくれましたと。いうふうになったら、だいたい、かけた広告費の3倍から5倍ぐらい売れてくれないと、ペイしません。 基本的に言ったら、よっぽど資金がある場合じゃなかったらね。だから3000円突っ込んだら、3000円突っ込んで1人当たりの、いわゆる利益というか、買ってくれる量が、9000円から、えー、1万5000円ぐらいにならないとペイしません。だから大体3倍から5倍ぐらいの、えー、お金を使ってくれるお客さんをゲットするっていうのが大事なんで、だから相手の1人当たりの利益の3分の1ぐらいまでしかネットとかもそうですけど、こう、食ってかけちゃいけないんですよ。どんなに高くてもね。3分の1ぐらいまでそうです。まあもちろん、 収益がいっぱいあって、なんか赤字で潰したいとかだったら別だけど、じゃなかったら3分の1までベストなんで、だからアパレルで何を売ろうとしてるかわからないんですけど、1万円のものを売ろうとしてるんだったら3000円ぐらいまでのコストをかけて一人当たりの顧客を獲得するとはいいかもしれないですね。<laughs> えー、中古一貫の息子は全く勉強しません。成績,成績も最下位ばかりです。家でオンラインゲームや YouTube ばかりです。えー、っと、えー、ん ご褒美作戦や家庭教師作戦も失敗に終わりました。どうしたら勉強していけるようになりますかってことなんですが、あー、うーんまあでもね、勉強、あの、おすすめは、えっ、ー、と、難易度高いけどおすすめは勉強以外で、その子が成功できる、えー、ルートを探すのは大事かもしれません。例えば YouTube とかオンラインゲームやってもいいんですよ。やってもいいんだけど、オンラインゲームとか YouTube やるんだったら、稼げるやつをやると。 うん、な、それこそオンラインゲームだったらポーカーやるとか、YouTube だったら動画配信するとか、そういうことやって、ワンチャン稼げるかもしれないことにお金使わないんだけど、じゃなくて、ただユーザー側 ゲームをやるだけオンラインゲームをやるだけ ?YouTube 見るだけの側になっちゃうとやっぱり稼げなくなっちゃってるので、今の時代っていうのは。なんかその、お金を稼げるっていうことをやらせまくるってのはいいかもしれませんね。じゃないんだったら、まあそれこそ取り上げインセンティブって考えたんですけど、その子供に対してお小遣いあげたりとか、まあネットのゲームとかのね、あの時間とかも、まあお、うね、親御さんがお金払ってるわけなんだ,だと思うんですけど、で、それを、そのトラフィックを売る子供に対して。例えばじゃあ、 子供に対してじゃあ、えー、それこそじゃあ、じゃあ、1ヶ月にお小遣いを、え2000円あげたとするじゃないですか。2000円先にあげるよと。その代わり、もし、成績悪かったりとか、勉強が、やるべきことができなかったら、2000円のお小遣いを、から、1回あげた2000円のお小遣いから、1000円を徴収するというなんかいいと思います。 はい。取り上げインセンティブって言って、実はね、あの、うまく頑張ったらお金あげますよっていうよりかは、先にお金をボンってあげて、うまくいかなかったら取り上げるっていうスタンスの、あのー、お金のマネジメントの方がモチベーション上がるってわかってるんで、だから先にあげて後で取り上げるってのがいいと思います。はい。 ライさんもひろゆきさんも正直です。あ、もう正直ですよ。もう全然僕も <laughs>。僕正直 YouTube 今この瞬間やめても何も困らないんで。はい。全然正直に話していきます。ということでもそもそも、あれですよね。正直に話さなかったら僕とか YouTube やる意味ないと思うんで。YouTuber とかみんな綺麗事言うじゃないですか。やっぱり。うん、自分のことは棚にあげてね。 えー、こんばんはん、1万億年稼ぐことを勉強できるものを教えてください。で、今年の夏から海外大学院で2年間映像学を学んできます。えー、P2C のビジネスが、えー、P2C?P2C? うん。ビジネスが主流になってきたことから、信用を得ることを優先して大学院で技術を見つけるつもりであります。その間、映像学を活かしてビ,、えー、ビジネスを学んでみたいので、さっきの質問をしましたってことなんですが、うん、別に映像学は儲からないと思いますよ。正直。うん。で今って、 映像学を学んでなくてもいい映像を作る人っていっぱいいるんですよ。ネットリクスはそうですよ。ネットリクスとかはもう純粋にどれぐらい長く見てくれるか、どれぐらい課金してくれるかだけで統計的に、ね、データ取ってるので、別に映像学を学んだから信用とかってのは別にないと思いますけどね。 で、今後一番お金を稼ぐことができるものって、えー、いうふうな質問ですけど、これも非常に曖昧な質問でどういうことかというと、一番お金を稼ぐのに、持ってが少なくて稼ぐものなのか、持ってがある程度だって稼ぐものなのかによって、えー、全然変わってきます。で、間違いなくお金を稼ごうと思うんだったら、お金に一番近い仕事をした方がいいと思うんで、投資家とか、証券会社とか、お金を扱う仕事になるのが一番稼げます。これは間違いないです。一番近いところに人くが一番稼げます。 お金が生まれてるところから離れれば離れるほど、間にいろんな業者が入ってお金を取られる、抜かれるので、えー、稼げなくなります。だからお金に一番近いところで、えー、稼ぐのはいいと思うん、ね、で、投資方がいいと思いますよ。で、あの、もてが少ないんだったら、それこそ、ビットコインとか、電子通貨とかやって、一括千金やればいいし、FX とかね。逆にもてがあるんだったら、えー、ご直に株式投資とか、不動産投資とかやればいいと思うから、から戦略によって違うけど、お金を稼ぐことが目的だったら、えー、投資とか、ふ、あのー、そういう勉強するのが一番いいと思いますけど。 えー、6年ほど片山の女性がいます。一度 LINE で振られてしまい、5ヶ月ほど会わない期間があった後に、とあるきっかけで再会し、その後何とか2人で出かけたり、長時間電話をしたりするような、えー、関係まで戻りました。あなたは、えー、大切な人と言われることはあるんですが、相手がどう思ってるのか分からなくてしまいますってことなんです。感動で,ですよ。いや、僕はやっぱり君のことが大事だと思ってるから付き合ってくれと。もう一回言ってみてください。はい。それダメだったら、あなたは大切な人っていう、大切な人の意味が分かります。はい。大切な人っていうのは、キープしてるし、 まあすごい都合のいい時に使えそうな人かの人だよっていう意味なのか、それともあなたはやっぱり私のことを分かってくるから大切な人なんだけど、一回断っちゃったから付き合いたいっていうふうに私から言えないのっていう、そういう本当に良い,い関係なのかどうかがそれで分かります。はい。だから自分から言えばいいと思うんですよ。 ない。行動しないとわからない言葉とか、まああ、あの、あの、あの、結果とか、あれはもっと言ったら、行動したら一発でわかる結果を迷うのってバカがやることです。だから、言ったらわかるじゃないですか、こんなのって。相手が本当に自分のことをどう思ってるかって気になってますけど、どう思ってるかじゃないじゃないですか、この質問って。要するに自分が付き合えるのかどうかってことを知りたいわけじゃないですか。だったら、やっぱり忘れられないんだ、君のことだと。付き合ってくれと。うん、俺の感じになってくれと。いう風うに言って、見ればいいと思いますよ。ダメだったらもう、 ダメだったらしょうもない女だと思いますね、これ。あなたが大切な人って付き合う気がない人に言うって。やばくないですかうん。なんで、言ったらいいっすよ。えー、めちゃくちゃ頭のいい人、賢い人から見ると世の中バカばっかりだと感じることでしょう。大悟さんや賢い、えー、皆さん疲れないんでしょうかどう捉えてるんでしょうか何のモチベーションでこれを我慢して、あ、ごめんなさい。えー、何の、えー、モチベーションでこれを我慢してるんでしょうか悟ってるんでしょうかということなんですけど。いや、えー、っと、あの、正直言いますよ。 僕とか、ひろゆきさんは優しいと思います。なんでかっていうと、いや、じゃあ世の中バカばっかりだとしましょう。彼に。実際そうだと思うんだけど。うん。別に僕も別に頭いいと思ったんだけど、でも少なくとも、いやー、あれないよねー、みたいなことみんなやってるわけですよ。でね、それに対してわざわざ言う必要ないんですよ。本当に僕とかひろゆきさんがマジで金を儲けようと思ったら、バカを操った方が早いんですよ。それこそ僕なんかは本当に儲けようと思ったら、宗教始めますよ。それか宗教のコンサル入れます。うん。したらめっちゃ儲かるじゃん。 で税金もかかんないでしょそれでいいんですよ。だって宗教関係の経験ながらいくらでも読んでるし、変な話、その、人をどうやったら牢落できるかってよく知ってるんですよ。僕もそう。で、ヒきさんも多分感覚的に分かってると思います。ひろきさんのチャンネルってまさにそういう感じじゃないですか。本当にめっちゃファンが集まってって。あれって、いわゆるかつての宗教と同じような感覚ですよ。だから儲けようと思えばいくらでもできるんですよで。それをやらないっていうのは、多分、ま、僕は別として、ひろきさんも多分優しいんだと思いますよ。僕は思うにはね。うん。 だってバカの相手してあげるんですよ。ひろゆきさんが。それってどういうことかっていうと、バカな人たちが多いんだけれども、かわいそうだから、なんかしさを与えてあげて、変われる人はそうじゃないところに行ってあげてほしいなっていうふうに思ってるからやってあげてるんですよ。じゃなかったら、そういう人たちってバカのままでいいんですよ。バカのまんまの人はめっちゃ作っておいて、そこから搾取するっていうのが一番いいと思うんで、投資とかやってればいいだけだと思うんで。だから我慢してるというよりかは、多分僕もそうだし、ひろゆきさんもそうだけど、なんだかんだ人好きなんですよ。 人間が好きなんですよ。だから、損してるのって可哀想だよね。言ってあげたら可わる人が少しでもいるんだったら、ね、きついことあるわけど言ってあげたよねっていうのは多分ひろゆきさんが思ってることだと思うんで、はい。だから僕はだから本当にもう何にも放送しなくなったら、あ、もう、いよいよ見捨てたんだって思ったらいいと思います。はい。 で続いて、え i g o さんこんばんは。1月は1日1リスクを教えてもらい楽しく過ごしました。えー、毎朝くじ引きみたいに弾くんですが、DAIGO さんにいたずらを試みると書いてあって、サブアカズクにまんまる子っていう名前で、アクテルさんのコラボでたくさんスパッチしました。えー、最近ちょっとだけ遊び心得ることができましたかったあ、それは良かったですね。はい。えー、それがリスクになったりかどうかちょっとわかりませんけれども、アクトレさんとのコラボでスパッチをいただいたのはありがとうございます。はい。アクトレさんのチャンネル面白いですよね。アクトレさんはでもなんかあれですよね。ショート動画でなんか日本2位の え、再生回数は誇っていると。え、みたいなのがあったと思うんで。はい。アクト屋さんはすごい人だと思うんで、はい。今後もちょっといろいろしてもらおうかなと思ってます。夢のために友人付き合いを切っています。やはり将来後悔してしまうんでしょうかと思うんですが。あーえっとね、結論から言いましょうか。夢のために友人付き合いを切るっていうのは僕はあんまりね、意味がないと思います。それはどういうことかっていうと、夢のために友人付き合いを切るのはいいんですよ。その、自分が目指すもののために、 それに揃わない人間関係を切るのは。ところが、夢を達成するためには絶対に人間関係必要なんで、夢のために人間関係を切るんだったら、夢を達成するために有利になる人間関係を作ってなかったら後悔すると思います。だから、ただ切るだけは意味はなくて、いや、自分は、ね、こういう人間関係と一緒にいたら成長できないと。 逆に、こういう人と付き合ったら自分は成長できる、夢を達成できるというふうに思う人と付き合うために人間関係を切ってるんだったらいいんだけど、人間関係を切るだけで、いや、俺はもう別に人間関係切ってるから、みたいな、俺ちょっと付き合う相手選んでるからって人いるんですけど、いやいや、自分の目標にかなった行動を取ってない人って、残念な人になっちゃうんで、だから夢のために友人付き合いを切るんだったら、夢のために新しい友人付き合いを作ってないんだったら、あんまり意味がないと思いますけど。うん。 ダイゴさんが今いる空間のままのダイゴブックカフェがあれば楽しいですねとかなんですが、あー、まあ、猫と本があれば大体幸せですからね。だってほら、こんな可愛い感じの、ニャンコたちがやるわけですよ。それは幸せよねって感じなんですけど、うん、ブックカフェね。いいかもしれないですね。ブックカフェにでも本読みに来てる人ってあんま見たことないですよね。 えー、子猫を雑な使い方をしている保護動画に恐怖を感じてしまいます。猫はシンですが、どうしたらいいですかって思うんですが、じゃあ自分が保護したらいいんじゃないですかうん、そんなに思うんだったら。うん。自分がお金を払ってリスクを取って、えー、保護をすると、えー、いうことをやってもらって、で、多くの猫を助けるってことをやったらいいと思いますけど。 え、好きな子は明らかに脈なしで、最近自分が同じ感じで憂鬱です。諦めきれないです。どうすればいいでしょうか自分を成長させてください。えー、明らかに相手が脈なしな時に、小手先の努力をしても意味がないんで、あの、小手先の努力っていうのは、こう、ボーダーライン、相手にとって脈あり脈なしのこの微妙なラインにいる時に、これをちょっと超えようというふうに頑張るために、えっと、小手先の努力をするのはいいんだけど、じゃなくて、明らかに脈なしだったら、例えば自分の体型なのか、見た目なのか、えー、あれは能力なのか、えー、お金なのか、まあ、知性なのかわかんないですけど、そういうの何かかけてるんですよ。 だったら、自分に憂鬱に感じる暇があるんだったら、自分を磨けばいいだけだと思いますけど。はい。 えー、いつもお世話になります。えー、大河さんの、えー、かなり前の発言に似て、大衆は愚かという話を体験したんですが、そのお話がかなり印象的でした。ディ a ラボなので、こ、こちらの話の振り返りの動画が見れますかとてことなんですが、はい、えー、見えます。えー、大衆は愚かという話はですね、結構いろんなあのところ動画で言ってるんですけど、気も愚かです。はい、なぜかというと、大衆扇動っていう概念がありまして、えー、これは大衆扇動のテクニックとしてディ a ラボでもなさんざ,んざん紹介してます。大衆扇動ってディーラボで調べてわかりますけど、例えば、まあ日本の昔のね、軍国主義もそうだし、ヒト頭の独裁もそうですけど、 大衆って愚かなんですよ。特に日本はすんげえ愚かです。なぜかというと、例えば科学的に見た時にオミクランがどうかとか、科学的に見た時にどうかって話を一切考えないで、なんとなく周りに流されてみんなが言ってるからって決めるのが日本の、えー、考え方なんですよ。つまりザ衆は愚かですよね,ね。これ日本だけじゃなくてアメリカでもどこでもそうです。やっぱりみんなが言ってるから、それがいいとか悪いとかって話になっちゃうんですよ。うん、だからね、うん。 僕は正直大衆はすでに愚かだと思いますよ。なぜかって言うとみんな考えないから。自分の頭で考えないし、考えたくないんですよ。あんまり考えないで、でみんながやってるからいいんじゃないっていうふうに従うっていうのが、えー、人間のやっぱりその炎だと思うので、それに関しては大衆扇動ってテクニックありまして、まあこれを使うと結構人は動かせます。集団とか。だから僕はいつも言ってる通り僕は宗教やったら一番儲かるねって言ってますけど、まさにそういうことですよ。うん。なんで大衆扇動した方が早いもん。うん。 今だって D ラボはですね、すごい安くやってますよ。D ラボって今800円とか1000円とかするぐらいで、えー、僕のね、有料会員ディ D ラボって入れますけど、僕はだって宗教団体化したら全然月1万円とか10万円とか取られるんですよ。そういうレベルでね。って考えたら、月じゃあ僕は仮に1000円取ったんやけど、1000円取ってるとしましょう。1000円取ってるとしたら、それ1万円取られてたら僕週に10万円にできるんですよ。あっという間に。うん。でもそういうことですよ、宗教って。 もっと取った方がいいかも、宗教だと。だけど宗教は、相手の生活をギリギリ追い込むことによって、もう自分にはこの宗教しかないって思わせなくちゃいけないんで、中途半端に払える金額を持ってくぐらいだったら、結構な金額を取っちゃって、うん。あのー、なんていうその、家計を圧迫してもいいんですよ。家計とか人間関係を圧迫すれば圧迫するほど宗教への依存が深まるので、やり方知ってるんですよ、それのはね。うん。だからもう本当に僕が、僕は本当に世の中を捨てて、 儲かればいいやと思うんだったら僕は宗教団体であります。税金も払わなくていいしね。うん。やらんけど。えー、中高以降、えー、一貫の一貫の間を結全く勉強しません。ってことなんですけど、これ、これ2回目うん。さっき答えましたね。じゃあこれちょっとスルーします。答えたんで。全く同じもので。はい。 彼氏の女友達が嫌い。えー、個人的に仲は良かったが、コロナの原因で性格を疑うようになる絶縁。えー、彼氏と2ヶ月間別れていた間に、えー、彼は彼女と交友を再開。えー、現在彼と復縁したが、いうついている模様で、彼に何を言っても、えー、彼女のテキストは辞めないし。3ヶ月に一度程度グループで遊びに行く。どうしたら彼女、えー、彼は彼女と絶縁してくれますかとないんですよ。あー、これおろかですね。まずですね、あのー、自分が付き合ったからといって、相手は所有物ではないんですよ。だから相手が誰と付き合っていようと、そもそも関係がありません。てか、そもそも、相手の人間関係とか、 そういうこういう関係も含めて愛せるって人間がいたら付き合っちゃいけないんですよ。だからごめんなさい。これはあなたが悪いです。はい。申し訳ないですけど。スパチャまでしてもらって申し訳ないですけど。それは自分への自信が足りないと思います。要するに、例えばその彼女と、とかその相手のその友達がどんな女友達と一緒に遊びに行っても、結局自分に戻ってくるよねと。彼は私のこと一番愛してくれてるからって思えるような自分の能力を高めなくちゃいけないし、自分の魅力を磨かなくちゃいけないし、彼氏との人間関係はそこまで作んないといけないんですよ。 たった数回さ、ご飯に行くとか、たっただ何回かさ、LINE とかだんだん DM なん知らんけど、テキストしたぐらいで、自分が、なんかその彼、彼女っていうポジションにいるのに、それが揺らぐって、それって自分への不信感と、彼氏への不信感が半端ないんですよ。だからそれはもう自分を磨くこと以外では、辛いこと言うけど、あの、解決できないんで、自分の魅力を磨いてください。はい。 え、回答ありがとうございます。えー、ーラボで知識を深めるためにどの動画を見るといいですかってことなんですが、ごめんなさい。えっ、ー、と、これ何の質問ももらって今回答ありがとうございましたっていうのがわからないんで、ちょっとわからないんですけどでも、D ラボで自分が気になる単語を調べたりとか、あとは D ラボの中に D トークっていうサービスがあるんで、えー、その中で質問してもらうと自分に必要な、えー、動画はわかると思いますの、ね、で、聞いてみてください。DAIGO さんが YouTube やるなら視聴者が困る。<laughs> ありがとうございます。はい。いや、そんなことないと思うよ。 なんかさ、でも YouTube の再生回数とか視聴者で、なんかこいつがイケてるとか終わったとかいうのやめた方がいいですよね。だって別に YouTube ってさ、それこそさ、最近だと、また今度コラボしますけど、ABX の松浦さんとか、いろんな人と僕も話してますけど、いやもうなんかね、最近ね、YouTube やんなくてもいい人が YouTube に入ってきてるんですよ。でこれ結構 YouTuber 的には怖くて、例えば芸能人もそうだし、そういう松浦さんなんかもさ、もう人生何回上がったのみたいな人じゃないですか。 うん。ックスの、ね、あのー、なんだろう、会長で、まあ、株とかもめっちゃ持ってて、でも自分が責任ない立場になったら好きにできてるんですが売れるし、株とかも。もう人生上がったり、勘ったりじゃないですか。そういう人が YouTube やるって、暇つぶしなんですよ。でお金があって、能力があってで、人脈が回る人が YouTube に入ってくるって、しかも儲けるつもりはないって、めっちゃ怖いことなんですよ。YouTuber の皆さん。はい。だから、 普通に YouTube に全力を突っ込む人って僕すごいなと思います。だから僕はだから d ィ a ラボっていう有料会員向けのサービスだけで論文の解説とか新欄解説やってますけど、そういう方が全然気楽だと思います。 え、ひろゆきさんが好きなようにとても納得しました。ひろゆきさんと大悟さんの配信が好きなんですが、お二方の配信が何、ね、好きなのかは疑問でした。ですが、さっきの質問に対する回答でも、ブレーキと回るという価値観が共通しているという点に気づきました。え、両親も中古でいじめられていた私は助けるために時間何番調べました。いい、いい、いい、い,い親御さんですね。はい。え、できる限りその本に向いるため、比較的高級な職場に内定し、今、データ収集と並行して就労も書いてます。え、歯がみしの言葉かアドバイスを、えー、いただければ、え、最悪です。ということなんですが、あねん、ね、 あの人間ってね、誰を守るか分かってる人は強いですよ。逆に言うと、誰を守るのか分かってない奴らは簡単に流れます、ね、多くの芸能人が、例えば、あの、変な詐欺師に騙されたりとか、いやー、そのビジネス儲かないでしょ、みたいなビジネス手出して失敗するのって何かっていうと、誰を守るのか分かってないからなんですよ。この人を守りたいっていう明確なものがあったら、人間ってね、自分の中に明確さを保つのって超むずいんですよ。ところが、 他人のためにっていう視点で明確さを保つのは結構できるんですよ。あの人が悲しむかもしれないから、えー、この人に蔑まれるかもしれないからってことで人間は自分の行動を変えめでいるのに、なぜか多くの人は芸能人とかそうしないんですよ。なんでかっていうと、誰かを守ることよりも、みんなからいいって言われたいっていうのが、まあ、芸能人とか表に出る人間の職業になっちゃうからなんですよ。で正直、ね、そのね、ちょっとなんかこう、変な噂があったりとか集合心書かれたぐらいで消えていくファンなんかいらないんですよ。 で、困った時に助けてくれない人って、いらなくないですか正直言って。何度も言いますけど。うん。だから僕は、自分が困った時に助けてくれる人は、全力で助けます。だから僕もね、去年炎上して、いろいろありましたが、その時にね、まあ、ほとんどの人というか、まあ、いろんな人が、まあね、大丈夫って心配してくれたんです。僕はその人たちの恩にはもう一生報いますよ。彼らが、何をしても、犯罪を犯したとしても、僕はもう彼らの味方です。はい。なぜかというと、助けてくれたから。そういうもんですよ。うん。法律的に正しいかどうかよりも、僕は、 自分を助けてくれたどうかで相手を判断するんで、と思います。逆に言うと、僕いろいろありましたけど、その時にね、まあ、好き放題言ってくれた芸能人がいるんですよ。ああ、ほんと、いや、お前よく言うな、みたいな人いるんですけど、そ全員訴訟してやります。はい。それ全然、うん。敵なんで。敵は滅ぼす。味方は全力を助ける。これが本来の人間の姿だし、人類はそうやって進歩してきて、群れを作り、社会を作ってきたんですよ。だから、言い方悪いんだけど、みんなのために、 ね、誰でもね、いいから、みんなからいいって言われたいっていうだけで、こうね、おべっか使ってるような人間から、人間を僕は見ると、まあ彼らは多分人間らしくないと思います。人間らしさというのは、自分の大事な人を助け、自分のことを守ってくれる、極小する人間を大事にできるっていうのが本来の人間の姿です。人間はそうやって今まで生きてきたんで、進化論的にもそうだし、生物学的にもそうだし、だから僕はそれに従ってるだけなんで、僕の方が正しいと僕は思ってます。生物学的、科学的にはね。はい。 え、いつもお世話になります。えー、仕事の都合で睡眠時間が4時間ぐらいしか取れない時間出てくるんですが、えー、そのような睡眠時間でも少しでも脳を使うとるためにできるか何かあるんでしょうかとはなんですかえっと、6時間ごとに20分から30分ぐらいの紙を取ってください。はい、そうすると分民っていう、分民だから多層睡眠っていう、えー、睡眠方法になりまして、こうすると、えー、おそらくまとまって睡眠を取る時間が4時間ぐらいになっても全然やっていけると思うんで、6時間ごとに30分の睡眠、2 30分の睡眠でまあ、昼寝ですね。って覚えておいてください。はい。 牛宮城どう思いますかって今、今面白い質問が来ましたね。すみません。あの、あの、ちらっと見えたんですけど、ごめんなさい。あの、あの、ま、また見かけたら答えます。はい。あるいはスパチで来たら答えます。はい。いや僕もね、いろいろ思うところあるんですけど、はい。ちょっとね、知ってるんで。 あの、なんかあんまり言えないんですけど、はい。えー、もし仮に A 君と B 君の細胞を一つずつ入れ替えることができたら、意識も入れ替えることができると思いますかもし意識を入れ替えることができたら、ちょうど半分の時の A 君と B 君の意識は混在することにな、ね、り、細胞をべて入れ替えた後もお互いに記憶を共有することになると思うんですが、第5さんの喧嘩をお聞きしたいですが、実はね、これ僕めっちゃ詳しいんですよ。なんでかっていうと、僕が大学でやってた研究って人工知能というか、えー、スピングラスって研究やってたんですけど、原理上はね、あのー、 人間の脳をつけるんじゃないって言われたらそういう研究なんですよで。人間の脳って、いわゆる、皆さんが使ってるハードディスクとか、あとは USB みたいな、こう、スマホとかに入ってる記憶素質と違って、ああいう記憶素質って、0か1か、磁石が上向いてるか下向いてるかで0、1っていうのを決めて、その日記憶って言って、0と1の記憶だけなんですよ。で僕は昔研究したスピングラスっていうのは、立ち記憶、多いって意味です。立ち記憶って言って、この、 普通は磁石のスピンが上向いたらじゃあ多分ロと、下向いたら1とかって決めるんですけど、これが360度のめちゃくちゃ方向が向けるんですよ。で、このめちゃくちゃの方向を向いてるスピンを持ってる原子が、その記憶素子の中にもうこうやって立体的に点在していて、どこにどれぐらいの距離を入れるかによって、あの、この向きが違うんですよ。例えばここにあるスピンをこうちょっとキュッて向き変えたら他のやつがこうガ,ガガガガってこう動くっていう、そういう素子なんですよね。これは実は、 エネルギーの相互作用によって、こっちをキュッて変えたらこっちがぐるんって変わるみたいな。磁石と同じですよ。磁石を近づけるとこう、くるんってなったりはするじゃないですか。あの、もう一個の磁石に合わせてね。そういうのが僕はやってた、えもので,で。これって脳のニューラルネットワークと数学的に近いんじゃないのっていう、等価じゃないのっていうふうに言われたっていう、あの、研究がありまして、それで僕は脳を作りたいと思ってやってたんですよ。はい。で、ここでね、えー、じゃあなんで今この話をしたかっていうと、つまり人間の脳って、所詮、 今言ったみたいな総合性用なんですよ。例えば人間のニューロンっていう脳細胞ありますけど、これってすごい雑に説明すると、電気信号が入ってきました。ニューロンに。で、このニューロンから次のニューロンへ電気信号を通すか通さないかを決めるっていうだけなんですよ。つまり1か0かっていうのを決めるだけなのがニューロンなんですよ。だから、 基本的には脳細胞一個一個で超単純で難しいこと何んなくて、電気を通すか通さないかっていうのしか決めてないんですよ。とりあえずこの電気を通すか通さないかってことを決めてる細胞が無数にあって、これがいろんな経路でつながっていて、それで人間の癖って生まれてるんです。だから僕らの脳細胞でピッて一個出したら、僕の脳細胞も、超天才の脳細胞も、皆さんの脳細胞も全部同じなんですよ。入ってきた電気を次に通すかどうか決めてるだけなんです。雑に言うとね。はい。 ってことはどういうことかっていうと、じゃあ人間の個性って何にこんなに違うかってネットワークなんですよ。この脳細胞、0か1かの脳細胞が無数にある中で、どう繋がってるのか。人生の中でその繋がりを作るためにどういう風に脳細胞を使ってきたかっていうことが僕らの個性を決めてるんですよ。故に人間は、じゃあ、 えー、細胞を入れ替えたところで、全く同じ細胞を作ったところで、その繋がりも同じようにできない限りは、人間ってのは同じ状況にならないので、僕はネットワーク仮説って言うんですけど、今でも、その人間の意識とか、えー、考え方の違いって、細胞自体は同じなんだけど、それがどういう網の目を作るか、ネットワークを作るかによって、個性とか考え方の違いってのは生まれるんじゃないかなって、僕は今でも思ってるんで、はい。ということだと思います。ちなみにこれちょっと面白い話で言うと、僕 もう今から10年以上ぐらい前に、えー、ネット上に、ね、インターネットありますけど、こうネット上に接続されてるコンピューターの、あのー、今インターネットのね、インターネットも網の目じゃないですか。で、この一個一個皆さんが使ってるコンピューターをニューロンの脳細胞だって考えると、10年ぐらい前にもうすでにインターネット全体を考えると、人間の脳の処理能力と同じぐらいの網の目になってるよねと。だからネットワーク施設からすると、インターネット上に、インターネットっていう、 人格が生まれてもおかしくないよねと。なぜかというと、ネットワークに人格が宿るんだったら、皆さんがつないでるパソコンとかスマホとかそういうのが増えたことによって、もうその十数年ぐらい前に、もう世界中のインターネットを繋げたら、人格ができるぐらいの、もう、ネットワークができてるよねっていう話が昔からあのね <laughs>、ありまして、だからもしかしたら、僕らがこうやってネットで放送しているのを、ぼんやり見ている、インターネットっていう、 最強の人格が存在してるかもしれないっていう話なんですよ。はい。ネットワーク説って面白いんで、あの、最近も最新の研究とかありますんで、あの、面白いんで見たら面白いと思いますよ。はい。インターネット、ネットワーク説ってやつですね。はい。僕の好きで、はい。朝のルーティンフラフープを取り入れたいんですが、 え、くびれに効果あると思いますかとなんですが、いや、効果ないとは言えないけど、別にそんなに大きい効果もないと思いますよ。で、くびれってね、やっぱね、体脂肪とか、え、で決まるんですよ。あとは、その、えっ、ー、と、要するに、体のこのくびれ以外のこの上の部分とこのヒップの部分、この筋がで決まると思うんで、フラフープでもいいけど、その、くびれは、このお腹周りを鍛えるよりも、お尻とか、あと背中この、この背中の部分、この辺を鍛えた方が、多分、見た目としてね、くびれでると思うんで、普通にウェイトトレーニングとかやった方がいいと思いますけど、 はい。え、物議の話って皆さんニーズあるんですか物議のこういう面白い話とかニーズあるんだったら僕いくらでも語れるんで、うちの話とか。はい。 えー、しょこまあまあえー、僕の会社は副業禁止なんですが、実名を出せず顔を出しもしないという条件で副業やるとしたら、どんな稼ぎ方がいいと思いますかいくらでもできると思います。まずは、えー、実名もですね、あの、顔も出さない、えー、でもビジネスっていくらでもできまして、なぜかというと、名義変えればいいからです。じゃあ、自分が100%株主で、えー、会社の社長とか、え、の名義を親とかにして出すといいと思います。僕も会社いくつも持ってるんですけど、僕の名前って一切出てこないんですよ。なんでかっていうと、僕は100%株主になるんですけど、社長は別な人に名前を借りて立ってるからです。だから社長は別な人です。 その社長は株持ってません。自分は100%株持ってますって言ったら、その会社の実質的な支配権とは自分が全部持てるので、僕は同じ立場だったら、100%株を持って、株式会社を作って、名前を親とか、まあ奥さんとかの名前に社長を、やっと割れる社長にして、で、それでやりますね。で、自分が給料を受け取らなければいいと思います。はい。給料1円も受け取らない状態で、えー、やって、ハ当トとか受け取らない状態にしてやってあげれば、あのー、会社にはばれないと思いますよ。 今欲しいものありますか手に入っちゃったんだよね今日。いやー、僕ね、すんげー欲しい。うわ、見せたいな見せたいんだけどごめん。この家に今ないんだよね。この部屋にないんだよね。あの、別のあの、とこ、あの、建物に置いてあって。あのねあのねじゃあちょっと親戚だけ見せようか。 これね、ずっと欲しかったっていうか、一回飲んでみたかったワインがあって、これね、スクリーミングイーグルってワインなんですよ。カリフォルニアワインで一番高いカールトワインなんですけど、このスクリーミングイーグルの、これ赤ワインなんですよ。白ワインがあるんです。実は。で、この白ワインは、 自分たちが飲むように作ってるっていうだけのワインで、これすみません、空き瓶なんですけど、あのー、市場に出回らないんですよ。絶対買えないっていうやつで、今日なんとですね、これを一本いただいたっていう、そういう会がありまして、はい。だから、なんだろう。絶対お金を出しても買えないやつを一本下出したとか、やっぱね、あの、ある程度ね、行くとね、お金じゃ買えないものが欲しくなるんですよ。だってお金で買えるんだったら、 欲しくなくなるんですよ。で、これね、これでも皆さんも多分これから成功して、僕らも全然お金稼ぐ必要も出てくると思うんですけど、今欲しいものあるでしょ、多分。例えば、ブランドもね、こういうもん欲しいとか、こういう車買いたいとか思うじゃん。まあ、全員がそうだとは思わないけど、少なくとも僕は、お金で買えるものに興味なくなりました。いつでも買えるから、いつでもいいやってなっちゃう。だからこういう気持ちがいいケースとかの方がいいなーっていうふうに思っちゃうし、別になんかね、スマホとかもそうですけど、僕だって iPad と多分今 iPhone あれば、生きていけちゃうんで、 ほとか別にいくらでも買えるし。だからね、言い方あれだけど、その、欲しいものなくなりますよね。あと、やっぱ欲しいもの手に入らないんですよ。で、この、今日ね、すごいお世話になってる方からね、これの白をもらったんですけど、スケーミングの白とかの方が、全然僕はその、なんだろう、うお世話になってる人からね、もらった思い出もあるし、いいなって思うし、あとそれこそもうこの世に存在しているもの欲しくなりますね。このティファさんね。ファイナルファンタジー全部ティファさんいますけど、このくびれよ。このくびれ。このくびれの、この感じの、この美女って世の中にいないんですよ。やっぱり。 これが欲しいってなっちゃうんですよね。やっぱ人間ってやっぱり手に入らないものが欲しいから、お金がない時にお金を払えば手に入るものが欲しいって分かる気がします。お金ないから。でも手に、お金が手に入ると欲しくなくなるんですよ、それ。うん。これがなんかすごい、あのー、真偽な感じがします、ね、ちなみにこのスクリーミングヘグロの白は本物かどうか分かりませんけど、楽天にも1はあります。ただ、1本98万とかします。はい。それぐらいすごいやつです。 誰からもらったかも大事ですよ。誰からいつもらったかも大事ですよ。お金だけで手に入るっていうのは大事じゃなくて、ね、誰からなぜもらったのかってことが大事なので、僕はその思い出も含めて、ストーリーも含めてマインって飲むもんなんで、だから僕ワイン好きなんですよ、うん。別に高いとか、お金が勝ってれば偉いとか、お金稼いでがば偉いとかそうじゃないんですよ。お金なんて別に自分の立場に持ってる人いくらでもいるから。うん え、感謝のスパチです。えー、ビア、えー、前回説ありがとうございました。私は誠実さ、ユーモア、スペーチャリティ、工学心、感謝です。え、身近な方への感謝が、えー、おこたれ、すごくかかります。えー、過去に付き合った方に感謝が減ったと気づきました。ただ私は、えー、人が帰れることが信念になりました。私も帰りました。えー、これからも感謝忘れません。ということで、あ、今、ディーラボでね、ビアっていう、 あの、自分の強みとね、あの、を、あの、理解するための放送っていうのやってるんですよ。ストリングスファインダーとかいろんな研究がね、あったりとか本出てますけど、ビア、えー、テストって言って、人間の強みに向き合う。 えーのに、一番重要というか、一番いいと言われるテストがありまして、えー、これのですね、もう完全解説みたいなものを D ラボでやってました。D ラボあの、気になる方、概要欄からぜひ D ラボを間入ってみてください。はい。今、料理チャンネルとかも始まって、人生を変えるための、食材の調理方法とかも解説してるんで、よかったら見てみてください。あの、プロのシェフと一緒にやってるので、はい。そういうのもあるんですけど、うん。そういうことやってましたその中のビリアでね、自分の強みと向き合えたっていう方からの感謝いただきました。ありがとうございます。はい。今後も、あの、いい放送を心がけていきます。 え、私、カフェイン苦手なんで、ルイボスティが好きで、ほ、毎日ほを飲んでます。継続性に飲むことでメリット、デメリットありますかと思いますが、いや、もう別にお茶はいいんじゃないですかお茶は基本的に体にいいんで、うん、飲めばいいと思うんですけど、だから、激烈に効果があるかって言ったら何とも言えないですけど、でも健康には間違いなくいいので、はい。あとね、効果ってね、何に対して効果を求めないかによって変わるので、ルイボスティ飲んで何をしたいかってことにも言えますけど、でもルイボスティとか、お茶は基本的に体にいいと思うんで、アンチェイジングとかには絶対いいと思います。はい。 えー、でればかいんです。え、サラダにはおすすめのスパイスありますか教えてくださいってことでございますが、えっ、ー、と、ウーシャンフンとか、えー、あとはサラダに乗っけるグリーンもいりますけど、うん、僕がよく使うのは、あの、普通にあれじゃないですか、あの、カレースパイスいいんじゃないですか。カレースパイスっていろんなスパイスが入ってるんですけど、カレーってインドスタイルのカレースパイスとか、え、ちょっと辛めの、 うんなんか、あの、海塩ペッパーが多めなカレースパイスとか言わないんですけど、え、カレースパイスは基本的には何でも合いますね。で、サラダの上に、で、ポイントはサラダに合わせるんじゃなくて、サラダにオイルをかけて、プラスサラダの上に鶏肉とか豚肉とか、え、あとは、サバ缶とか、何かしらのタンパク質を乗っけてくださいね。このタンパク質にスパイスをかけると大体合うので、おすすめは、あの、カレースパイス。ラあとはウーシャンフンうん、ゴコ粉って書くんですけ中国のスパイスって。はい、これなんか合うと思います。 最後さん、こんばんは。25歳の女です。現在、実家の家業を継ぐ形で、働いておりを服用で、洋服のネット販売しています。えー、あと、後々は、住む場所を選ばない10年生き方をしたいんで、会社じゃなく工事で稼げようになりたいんですが、何か始めるのか分かりません。SNS でファッションの発信や、趣味で絵を描いて発信しています。SNS また絵を描いて稼げようになるには現実的じゃないでしょうかと思います。ないですね。はい。あの、今ね、僕もいつも言ってるんですけど、ちょっと危ない発想があって、 今は個人で稼げる時代だよ、個人の時代だよ、みんな個人で稼ごうって言いますよね。めっちゃ危ないですよ、これ。なんでかっていうと、個人で稼げる時代ってみんなが気づいたら、今個人で稼げてる人はいいです。うん。ところが、これから個人で稼ごうと思って狙う人が増えるんですよ。結果、超絶レッドオーシャンになります。つまりね、世の中って全部そうなんだけど、みんながやってることって、 コスパ悪いんですよ。だから僕もメンタリストって始めたけど、なんで始めたかっていうと、日本にメンタリストいなかったから、自分のメンタリストって言って、ある程度当たったら自分しかいないから独、独占できるんですよ、市場を。うん。でも皆さんは、そういうのを考えないで、個人の時代だから、あ確かに個人じゃないのは間違ってないんだけど、個人だったらみんな稼げるだと思うんですよ。じゃないんですよ。逆に言うと、能力がない個人が淘汰される時代になってると思うんですよ。うん。能力上がある個人は、 会社にいなくても稼げるようになります。これは間違いなくところは能力がない個人は、会社にも入れなくなるっていうのがこれからの時代ないんですよ。だから、住む場所を選ばない自由な生き方っていうふうにおっしゃってますけど、それ相当稼がないとダメですよ。で、しかもの、の住む場所を選ばない自由な生き方って、その、例えばじゃあ、洋服を売ってそれをやるんだったら、まあ、工場とかが自分で、ま、あのな、自分がいなくてもあるようにしなくちゃいけないし、ロジスティクス いわゆる配送とか、もう自動でできるようにしなくちゃいけないし、相当でっかい会社にしてない限りは、基本的には住む場所を選ばない自由にかたって、できないんですよ。今みんな言うんですよ、これを。でもそれは、それに成功した人たちが声高に言ってるから、なんかそういう雰囲気になってますけど、実際はそんなことができる人間なんかごくごくわずかですよ。皆様にいます住む場所を選ばないで生きてる人って。ほぼいないですよね。だから、言い方悪いんだけど、住む場所を選ばないで、 今ね、自分が行きたいって気持ちはわかるし、それはいいことなんだけど、でも、住む場所が決まっている。で、自由ではない仕事で成功できない人間は、まあ、正直住む場所とか自由な生き方できないんで、まずは愚直に、シンプルに、今自分がやっていることとか副業とかで儲ける方法を考えてからそっから場所とか時間とかの制約をその取り払っていくってことをしない限りは無理だと思います。はい。あの、 いきなりそれは難しいですよ。大悟さんこんばんは。今 YouTube はエ e d o c e a と言われてますが、いごさんは YouTube の次にどんなコンテンツが来ると思いますかというんですかあー、えっとね、僕はね、 メタバースが来ると思ってます。メタバースとか VR とか来ると思ってます。なんでかっていうと、基本的には YouTube でもそうだし、なんもするんですけど、情報量と即時性が増えると、リアルタイム性が増えると、あの、そこに人間って映っていきます。だって YouTube もそうだけど、僕ってなんで、まあ、ある程度うまくいったかっていうと、ライブやってるからなんですよ。 要するに普通の YouTuber とかがあって、ライブでこうやって答えてくんで、リアルタイムですよね。だから見てくれるんですよ。正直僕はご必要とやってても、これ僕は皆さんから質問もね、もらいますって言ってもらって、一個ずつ出してやってたら、まあ別に再生は回らないと思うんですよ。何が言いたいかっての？人間って今見なくちゃいけないものって今少ないんですよ。後でいくらでも見れるんで。だから今見なくちゃいけないものに対して、えー即、即実性を感じるようになってるし、あとは、リアルタイムですよね。今この放送に一緒に皆さんが参加してって感覚あるから、 面白いと思うんですよ。ってことは逆に言ったらですよ。想像してください。僕はここにいて、皆さんがこの辺にいるところを想像してください。で、ぬこさんとかみこさんとか、みんなここにいると。で、この本棚の部屋に皆さんがいて、僕と喋るってなったら、ずっと喋りません別に僕は魅力的とかそうじゃなくて、喋りたくなりませんここで僕は座っててさ、皆さんが友達として僕の家に遊びに来てね。で、 あ、こういうのやるんでよかったら見ましょうっつって。え、なんか聞たことありますっつって。いや、こんなおすすめのありませんかいや、だったらこれとかいいと思う。最近なんかこれ面白かったねって言って、この同じ空間でそれを共有したら、それは見ませんさすがに。うん。つまりそういうことなんですよ。何が言いたいかっていうと、今後僕が、あの、気になってるというか、あ、これはいけるなって思ってるのはこれなんですよ。つまり人間にとって情報量が増える。動画って所詮二次元じゃないですか。 で、今、リアルタイム性が載ってますよね。これはリアルタイムで、2次元じゃなくて、声のやり取りになって、3次元になったら、そっち行かないどう考えたって。だって今まで人間って、やっぱり映画とか、やっぱりその、テレビとか色々あったけど、ラジオとかも残ってるけど、あれってラジオの方がリアルタイム性があるからじゃん。生放送だからラジオって基本的にはね。うん。 のがあったし、今までも、ラジオからだん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 、じゃあ、映画になりました。映画も活弁ベとかいたけど、だんだんその映画が、本人の声になりました。テレビになりました。生放送になりました。YouTube になりました。いつでも、スマホがあれば見れます。即死性が合ってったわけじゃないですか。か次はメタバースなんですよ。で、僕はメタバースにも投資してまして、そう。僕は多分、シンプルに YouTube がなんか微妙になったら、微妙になったら微妙になる前に、多分メタバース系のサービスに僕は移ると思います。投資もしてるし。うん。 メタバース絶対来ると思いますよ。間違いなく。で、メタバースになると何どうなるかっていうと、今まで YouTube で勝った人たちは勝てなくなります。なんでかっていうと、やっぱ即時性とか目の前にいるかどうかが大事なので、二次元でこうやって動画を見てでスタンスがなくなるんですよ。むしろメタバースって、皆さんが思っている YouTube 上の有名な人に会いに行くんですよ。皆さんが。会いに行けるんですよ。でその人の部屋とかに来て、話せるんですよ。つまりリアルタイムで、 生配信みたいな、こういうことができる人間が強くなっちゃうんで、メタバースになった瞬間に、多分大きく勢力図が変わります。はい。っていうのがあるので、僕は結構楽観的というか、僕は別にもう、もう何もしなくてもいいんだけど、うん。もうこれでやめてもいいんだけど、メタバースがあるからまだやってます。YouTube で、まあしばらくこう楽しくやってて、まあ暇つぶしじゃないけど、まあ自分が覚えたいのもあるからやってるんだけど、だんだんなんだんメタバースになったらメタバースに移って、メタバースで皆さんにこういうね、 だったりとか話ができる日を僕は楽ししみにしてます、はい、そうメタバースもね、そうだし、ビットコインでもそうだけど、やっぱり勝ち方があるんで、やっぱ技術がね、一番いいとこはいいんですよ。技術が分かって、そこに投資するのが僕は一番いいと思ってます。うん。ビットコインとか仮想通貨もみんなやってるけど、正直ね、なんだろうな。まあ、コインとしては面白いよ。 投資目的とか投機目的やるんだったらいいけど、僕はその最後に残るシステムっていうのはいいシステムだと思ってるんで、だからメタバースもいろんなシステムを比べるし、えー、仮想通貨とかもいろんなシステムを比べるけど、結局一番使いやすくて質が高いシステムは残るんで、うん、それを見抜けばいいんじゃないのって思いますけどね。いつ上がるかどうかわからないコインを見るよりかはシステムを見る方が全然、あの、あの、僕はあの、なんだろう、やりやすいかなって思っちゃいます。 えー、大学さん、こんばんは。いつも知識と考察ありがとうございます。えー、私事ですが社、社内の昇格、えー、試験のメンがあります。事前準備やってきたつもりです。筆記開示や、えー、進歩の、えー、一歩が、 えー、よっ、強行に向かっている感覚あります。大悟さんが一言でやりかいら嬉しいです。よろしくお願いします。そうなんですが、あ、でもやることやったんだったらいいんじゃないですかはい。人間ってね、自分を信じるよりも、今まで自分がやってきたことを信じる方がはるかにうまくいくので、自分がそこまでのことをやったんだったら、え、それを信じて、え、普通に進めばいいと思いますよ。周りの人に比べてもそうですし、自分もそうだと思うんですけど、やれることをやってるんだったら、それは問題ないと思うので、はい。だからもうゆっくり寝てもらって、うん。あとはもう、自分がやってきたことを信じればいいと思います。はい。 え、先ほどありがとうございます。え、お金の稼げるポーカーは負けもありますよね。お金をあげて成績が悪いと半分取る。ポーカーにはまらして資金が欲しいから勉強頑張る。この流れになれたら最高です。もうちなみにポーカーで儲けたり、損してできてポーカーどう探したらいいですかとう別にポーカーがどうとかってんじゃなくて、なんだろう。う自分が、で、結局じゃあ子供に勉強を頑張ってほしいって親が思い入れないかっていうと、将来困っとしくないからですよね、お金とかで。だったら、子供の頃から今は、昔はね、 一生懸命勉強して、大学入って、大学出て、そうすると、就職先が決まって、収益が決まったじゃないですか、その,人の年収が。でも今は、学生さんでも、学校通らなくても、それこそ、ユタボン君みたいに、収入はある程度ありますって人も、やっぱりいるだろうし、えーね、 それ以外にしてもやっぱり高卒とか大卒とか関係なく稼げる人がいい職にいっぱいいるじゃないですか。だから何が言いたいかっていうと、時間を使うんだったら将来のプラスになることに時間を使えばいいだけなんで、別にポーカーじゃなくてもいいんですよ。ポーカーでもゲーム実況でも何でもいいんだけれども、どうせやるんだったら、それを禁止するよりか本人が好きと思ってやってるんだったら、じゃあそれで金稼げるように考えた方がいいんじゃないのって話ってことです。だからその、あの、お子さんが、 でポーカーゲームやってるんだったら、ただポーカーのゲームをやってるよりかは、ポーカーの世界大会とかあるじゃないですか。で、ああいうのに出れるように頑張って、そこから、えー、それを仕事にして収入を上げるってことをやってあげたら、学生の頃からワンチャンその戦えるじゃないですか。で、それでもしダメだったら、就職するとか大学とかって考えればいいわけであって、だからそのどうせだったら、自分の時間でお金が手に入るようにした方がいいよねって言ってるってだけの話です。はい。えー、宮崎さんからスパチャリアンでした。ありがとうございます。はい。空打ちですね。はい。空打ち気をつけてくださいね。読めないんで。 え、先ほど朝のネガティブな予測による脳機能の影響について質問させていただくのです。えー、ご回答ありがとうございました。えー、対策なきネガティブはネガティブに過ぎないが、ネガティブを適正に対応することでポジティブまたはフラットな状態を持っていけるということで,ですね。朝の習慣に取り入れてみます。ということで、あ、ぜひ、はい。日記つけるのがいいですね。自分のそのストレスを正確に予測できるっていうのが大事なんで、10点満点とかで日記つけた方がいいよっていう話をしましたけど、えー、今日の放送では。それやってみて,おいてください。 えー、うつ病が薬だけで治らないのは何ですかとなんですが、えー、っと、うつ病の原因っていっぱいありまして、あの、うつ病が薬だけで何だろうないかって言うと、薬で、あの、やってるのは SSRI とか、えー、セロトニンの選択的取り込み阻害、取り込み阻害薬みたいな、すいません、酔っ払って、はい。SSRI っていう薬があって、そういうので、一部しか、その、なんだろう、コントロールしないんですよ。ところがセロトニンが、じゃあ取り込みができるできないっていうのが、 うつ病の原因になるかって、そういうわけでもないんじゃないみたいな研究とかも出てきてるんで、いや、実はね、原理ってあんまよくわかってないんですよ。だから、うつ病対策するには、いろんな、えー、ポジ、あの、よる方面から行った方がいいよねっていう研究が結構出てて、例えば、 完全復職率9割の医師が教える、うつが治る食べ方、考え方、過ごし方って本がありまして、こういうの見たことありますけど、うつ病の薬をもらって、仕事にちゃんと復帰できる確率って20%ぐらいなんですよ。2割ぐらいって言われてるんですね。ところが、そこに運動療法と、食事療法、認知行動療法、みたいなの全部合わせてもらうと、9割ぐらい復帰できるよ、みたいなことを言ってるお医者さんなんかいるんですよ。今。 出したもんとかそうですけどだから、内病は薬だけでは治らないって言ってるわけじゃなくて治りづらいよねと。どうせ治すんだったら本当に全部、あの、自分ができることやった方がいいよねっていう理由でそういうふうに言いました。はい。 えー、嫁実家で暮らしているマスオさんです。えっ、ー、と、嫁、えー、父母が、えー、米農家しています。市販のお米しか食べたことがなかった自分が食べる味の違いに感動し、そこに価値があると思ったんで、副業として友人と通販を始めようと思ってます。そこで農協との絡みが次第に出てくると思うんですが、元々ある大きな組織は古い習慣なのに、どのように倒していけばいいでしょうかとかなんですが、その農協がやらないことやればいいんじゃないだからそれこそサブスクとかにするとか、農協を通さないで直接別名義でお米を売るとか、 ってことをして、それを PR するとかやってって、直接消費者に売ればいいと思います。農協って要するに、今までは直接消費者に物を売るってことができなかった時代の産物なんですよ。だから混ずちゃって、誰が作ったものかわからないようにして、隠立付けして売るっていうのが農協なんで、だったらサブスクとかにしたりとか、あとはクラファンとか使ったものって、こういうね、素晴らしいお米なんだけど、このお米をえ自分は広げたいみたいなことして、で、それを、あの、あのー、 クラファンでお金集めて、で、サブスクで、えー、課金してっていう風にやってもらって、今でと違う売り方、その農協がやらない売り方をすれば、え、全然刺さると思うので、それだったらいいと思います。はい。お米美味しいよね。いやー、米食いたくなってきた。やばいわ。いやー、酔っ払った夜ってなんでこんなに米食いたくなるんだろう。いや、卵かけご飯食いたくないみんな。うーん。うん、いや、僕今から米食いて卵かけご飯食いたいわ。うん。僕ね、すごい好きなお米があって、うん。そう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 ,そう。 三日月って米があるんですよ。竜の瞳っていう品種を使ってるやつなんですけど。あれがね、めっちゃ美味しくて。いや、あれ卵かけもうまいんですよ。卵かけご飯は僕よくやるんですけど。TKG を作って、その超うまいお米炊いて、TKG を乗っけて、そこに、10年熟成の、もうほんとバルサミコのろっとろみたいなも、蜂蜜みたいな粘土がある、えー、醤油があるんですよ。うん。この醤油をね、ちょっとかけて食べると、やっぱ最高なんだよね。きー、食べたい。食べたい。TKG 食いたいよ。 はい。え、投資でメンタルをコントロールできずに試験を失ってしまいます。自分をコントロールする中慣の方法として瞑想以外にありますかと思のですが、うーん、多分ね、投資でメンタルをコントロールできずに試を失ってしまいますかと思いますけど、資金を失うレベルで大きなマイナスを食うって、多分それね、メンタルコントロールじゃなくて投資知識の不足な気がします。はい。そういうリスクを取っちゃってると思うんで、メンタルコントロールではないと思いますね。あのね、投資でなんでメンタルが大事かっていうと、 メンタルをコントロールできない資金を失うんじゃなくて、資金を失ったときに、適切なアクションを取れるかは、その損切りをできるのか、それとも買い増しができるのかっていう、その適切な判断をするために、メンタルが必要なんですよ。ところが、資金を失うだけっていうので言うと、それはね、投資知識の方だと思うんで、投資知識と勉強した方がいい気がしますけどね。うん。ハイイールド祭とかで成功してる人の本田ガンを見たら、うん、これとか。 ハワード・マークスさんの本とか読んでみたらいいんですか今、チャット打ってます。この辺りの本なんか、参考になると思いますけど。メンタルの問題じゃない気がしますが。はい、えー、急に来ました。はい、えー、すいません。牛宮城どう思いますかあー、牛宮城ね。うん牛宮城って読むんですね。はい。いやー。 うん僕はでも少なくとも、ごめんなさい。僕、宮迫さ,さん大好きだし、成功してほしいと思うんだけど、僕は少なくとも、100席ある焼肉屋に行きたいと思わないから、ちょっとあんまり考えたことないですね。100席とかあるわけじゃないですか。日本のね、レストランって世界最高なんですよ。これ僕、世界中いろんなレストラン行ったし、三つ星のレストランとかフランスでいくらでも行ったんだけど、世界最高なんです、日本のレストランって。なぜか説明しますね。なぜかっていうと、日本ぐらいしか、その、 ないんですよ。8席のレストランとか。要するに予約が取れません。超人気です。でも、8席だけで、カウンターだけで、お寿司屋さんとか、シェフが自分から全部作りますと。いうレストランって、ないんですよ。世界中どこ探してもないんですよ、こういうレストランって。なんでかっていうと、だって普通8席で予約がいっぱいになったら、普通に考えたら、10席、20席、 三十席にしたいんですよ。つまり海外のシェフとかヨーロッパのシェフって自分が監修側に回って弟子たちに作らせて大きいそのなんかキャパシティのお店にしていくんですよ。だからシェフが出てきてもシェフが自ら作った料理はほぼないです。ヨーロッパ行くと。ところが日本は違うんですよ。 京都とかでも、もうずーっと昔から仕込みから全部シェフがやるというか、その大将がやると。で、弟子の人にも、ま皿洗いと、下ごしらえぐらいしかさせないみたいな、そういう素晴らしいお店がいっぱいあるんですが、だから日本って異常で、少人数に対して、オーナーシェフとかトップのシェフが自ら料理を作ってくれるっていう文化がある国は日本ぐらいなんですよ。だから僕はそういうレストランが好きで、だから僕は本当に、もう、もう何年も、 少なくとも、20人を超えるようなキャパシティを持っているレストランには行ってません。うん。なんでかっていうと、一人のシェフができるキャパシティって、ほぼ8人が限界です。頑張ってアシスタントか入れても10人。どう頑張っても20は超えないです。やっぱり20になると、目に届かないんで、アシスタントたちに任せながら、それをシェフが見るだけになるんですよ。シェフが自分がルールに入れなくなっちゃうんですよ。だから、 正直僕は、その、百席ある、えっと、レストランというか、に行きたいとは思いません。残念ながら。うん。だから、遊具場どう思いますかって言ったら、僕は多分行かない。うん。あとはすいません。僕ね、焼肉って行かないんだよね。基本的に。あ、いや、行くんですよ。焼肉で有名なお店とかも行くんだけど、僕が行くお店は、もはや焼肉じゃなくてコース料理です。シェフが、思いがあって、 作ってて、シェフが手を入れてる料理だから美味しいんですよで。そうじゃなかったら、だって肉って別に自分で買えばいいんですよ。自分で買って僕肉捌けるんで、自分で買ってヒレ肉とか、もう、屠殺場でその捌かれの、あの、土地された、えー、肉とかをシンクンパックされたものをもらうんですよ。買うんですよ。でそれを食べる直前に剥がすと、もうほんと、 マグロみたいなんですよ、牛肉とかって。綺麗で酸化もしてないし、美味しくて。もうほんと、生で切った状態で醤油つけて食えるんですよ。牛肉って。なんでかっていうと、牛肉って肉の上に筋とか、いわゆるこう、筋膜っていうのが、その上に脂肪の層があるんですよ。だからね、シンクパックされてるのはもんなんですよ、肉って。だからその場ですぐ剥がせば、全然食えるんですよ、綺麗に剥がせば。うん。加熱とかしなくていいんですよ。ユッケでも食えるし、刺身でも食えますよ。ほんと、マグロみたいに刺身みたいに薄く切って、ご飯、 ね、作って、で、ご飯をこうね、やって、もう、もう、刺身みたいに、さ刺身みたいにこう切ったやつを、こうやって乗っけて、ご飯ポンの乗っけて、こうやって、こうやってやって、で、あの、握りみたいにして作ってもめっちゃ美味しいんですよ。ところが、お店それできないじゃん。注文が入ってから磨くとか、磨くってるんですよね。肉のその、S 字とか取るってできないんで、先にやっといちゃうねだからその問題があるんですよ。だからね、正直僕は焼肉に関しては、申し訳ないですよザ焼肉に関しては自分でさばいた方がうまいと思ってます。はい。 そう。だから、優遇場自体にどう思うかっていうと、ビジネスモデルとしてはみんなが議論してるんですけど、僕個人で言ったら、いや、自分でやった方がうまくないだって、どうせ自分で焼くんでしょっていう、はい、というのがあるので、それはもうそこですね。ちなみに焼き方ってあれ実はね、いろんな研究はされてるんですよ。よくほら、プロの人でさ、いや、焼き肉っていうのはさ、あんまり何回もひっくり返しちゃいけないんだよ、みたいな。よくいいじゃないですか。一回こうやってひっくり返して終わりみたいな。 触るもんじゃないよって。分かりますよね。実はあれね、20秒に1回ぐらいひっくり返せばいいみたいて研究とかあるんですよ。そうで。そういう最新の調理研究とかを紹介する、あの、番組を僕の D ラボの中で始めました。プロのシェフと一緒に、科学的に、今までシェフってやっぱり美味しいもの作るに経験則に頼るんですよ。ところが、完全に科学的に美味しいものって何なのと。あるいは完全に科学的に、 体にいい食材ってどういう風にやって消費すればいいのってことをやるチャンネルを D-Log で始めまして、はい。ツッシーの料理チャンネルってやってまして、えー、よかったらそれ見てください。はいあ。友情どう思いますかって言っに関してはそれがお答えですね。はい。ただ、うん。でもね、宮迫さんっていい人なんですよ。いい人なんで、あの、宮迫さんがかかってる人が騙してるのかどうかわかんないですよ。わかんないけど、ぶっちゃけ宮迫さんはめっちゃ騙されやすいし、騙しやすい人だと思うんで、僕は、 ああいうビジネスは向かないと思います。はい。リスクを取って、あのー、自分が事業をね、やってってやるのは、宮迫さんは向いてないと思います。僕は。うん。宮迫さんいい人すぎるんで。人を助けちゃうし、宮迫さんって言われたらやっちゃうし、切れないんですよ。で、残念ながらああいう事業する場合は、人が切れない人間はビジネスできないです。だから僕は宮迫さんは、優しすぎるはゆえに、いい人すぎるはゆえに、僕は向いてないと思います。はい。 いや、ほんとそうですよ。宮迫さんめっちゃいい人ですよ。うん。空気読んじゃうし。だからね、なんだろう。誰が敵とかないんだけど、言われたら信じちゃうんですよ。だから、この人も信じちゃう。この人も信じちゃう。故に、この人とこの人がぶつかって揉めるっていう感じですよ。宮迫さんとはみんな仲良しなんですよ。でも宮迫さんが信じた相手同士がぶつかって、めんどくさいことになってるから、多分今、ああいう状況になるんじゃないかな、というのが僕の予想。 えー、先ほどは解答ありがとうございました。もう少し噛み砕きますと、相方の仕事を始めてから決断力が早くなって、えー、時間の気象価値を学び、一日一日、一日一日を有意義に過ごしたいと、えー、思って、語学と資格勉強を始めました。えー、この先自分のできる範囲で上がっていきたいと考えています。スタートが遅いと感じているので不安だと、えー、感じています。ことなんですが、別にスタートが遅いと感じているとはいえ、今はスタートしてるんでいいと思いますよ。あの、人生、人間がですね、あの、スタートできるので一番早いのは今この瞬間なんで、今始めてるんだったら全く問題ないと思いますけど、はい。それじゃ早くできないんで。 高校生です。えー、長期入院中で学校に行けてません。親とは2年一緒にいなくて地方のいいとこが面倒見てくれてます。親は金銭面を免除してくれてます。えー、援助してくれてます。えー、それ以外はほったらかしてライオンもブローられています。えー、暴言ご飯作らない。えー、実装に、実相って自動そのにいたこともあります。ということなのであ、なるほど。あ、ごめんなさい。ちょっと書いちゃった。はい。えー、実相にいたこともあります。 えー、法的にこういう親はどうなりますかひどいけど優しい時もあったしいうことなんです。えっと、まあ、それはね、別に親ってアップダウンあるんですよ。人間もそうなんですけど、アップダウンがあるので、別にその親をとっちめたところで何かなるわけじゃないので、自分はそうならないようにしようと思うか、あるいは自分を安定させようと思って、もっと自分の答えを考えて、自分の、なんだろうこう。 力を磨いいいた方がいいと思います親じゃなくて親は変えられないから。親は変えられないけど、自分は変えられるんで、いくらでもこれから。若いんだし。だったら、もう変えられない親のことを考えるか、変えられる自分のことを考えてあげた方がいい時間使うとなると思うんで、ぜひ、やってみてください。 え19歳年下のインストラクター好きになりましたけど、喧嘩をするし社もう会員ではないので、会うことはできません。会いたいです。どうしたらいいですかとんですまあ無理でしょうね、うん。19歳年下のインストラクターで、で、喧嘩をしちゃってて、しかも会員じゃないってことかですよね。だから普通に個人的な関係としても多分無理だし、しかも会員じゃないという風になってきたら、うん、仕事としてのつながりが、ないと。で、かつ喧嘩もしてるってことは多分無理だと思うんで、いや、うん、ただね、好きでしょ、相手のことが。好きで、 で、喧嘩をやってるっていうのはう、うーん。ごめんなさい。ちょっとね、これメンタルが不安定な人ですね、多分。うんだ自分をコントロールする技術を磨かない限りは、もう一個同じ人に会っても多分うまくいかないと思うので、普通好きな人にはさ、その人と理解したいと思うし、喧嘩する前に相手の話を聞くし、自分の言いたいことを言えるようになると思うんですよ。アサーションって言うんですけど、これ。このテクニックを。はい、アサーションっていうテクニックがあって、それはできるかどうかで、 あの、夫婦カップルのためのアサーションっていうテクニックがあって、あの、本があって、これよかったらちょっと見てみてください。あとは一応僕のデ d ラボでも、アサーショントレーニングってなってますけど、はい、今チャットで言ってましたけど、そういうのがないと多分、あのー、うまくいかないと思うんですよ。多分この人とはもう会えないと思う。そもそも、お金の関係があってインストラクターで、お客さんっていう関係なのに、喧嘩を数回して、で、かつやめてるわけじゃないですか。 いや、もう無理だと思うんで、多分次行った方がいいと思います。で、次はそうならないように、その、あの、経験を、あの、からちゃんと学んでもらって、次行った方がいいと思います。はい。え、結婚しようか迷ってます。相手は結婚を望んでますが、そもそも結婚にメリットあるんですかあないです。はい。結婚にメリットはないので、趣味です。はい。 実際に結婚へのメリットって人間関係メリットっていうのが結構大きくて、昔はですね、結婚しないといけない場所とか、入れないコミュニティがいっぱいあったんです。でも今は SNS が発達したことによって、別に結婚していなくても昔の友達とも会えるし、人間関係作れるんですよ。人間の,の幸福、幸せのほとんどが、実は人間関係から生まれてくるということが分かってます。ハーバード大学をなった非常に大,大規模な研究とかを見ると、 人間の人生を5年、ね、60年とか、え、追う研究とかを見てみると、人間の幸せってのはほぼ、え、人間関係から生まれているというふうなことを言われてるので、人間関係を作るために夫婦の方が有利だったから、今まではね、があったんですよ。今は別に一人身の人もいるし、離婚する人もいっぱいいるし、まあ、あの、LGBTQ の人たちもいるので、正直ね、人間関係を作るのに結婚って必須条件じゃなくなってるんですよ。で、この時点で結婚にメリットはないので、あの、好きならすればいいし、好きじゃなきゃしなゃければいいと思いますよ。 えー、お世話になります。えー、子供の頃から、 仕様に才能がない。え、何やってもダメと俺の言うこと聞いとけと、え、育てられ、自分に自信がない状態で育てられ、自信がないまま育て,て大人になって格闘技とか明らかになら始めました。格闘技が優勝してトロフィーもあるんですが、お前は才能がないくせに思ったいと思ってやると大間違いだと怒られました。このおっさんどうしたらいいですか無視以外の方法あればお願いしますってことなんですが、えっ、ー、と、ボコボコにすればいいと思いますよ。それは普通に親だから。うんもう格闘技できるんでしょボコボコにすればいいと思いますよ。なんでかっていうとね、人間って自分ができないことをできる人のことをディスるんですよ。 よく上から目線で子供が、親が子供のことを実ィることありますけど、なんでかっていうと、これはね、子供の能力を認められてない親は子供実するんです。で、うちは、こういう本出してますよ。松前家の育て方って本出てますけど、この親父ね。これうちの親父ね。えー、ごめんごめん、これ、これ、えー、っと、これうちの親父ね。はい、この真ん中うちの親父、ね。あとはうちの兄弟ですけど、うちの親父からね、これ言われたことってないんですよ。いや、お前は、あの、才能がないからって言われたこと、僕らの兄弟一回もないんですよ。 じゃなくて親父は、いや、俺はこれができなかったと。できなかったからお前らには苦労してほしくないから好きな人生を歩めと、これやれと、いうふうに言われたんですよ。つまり何が言いたいかっていうと、自分ができなかったことをコンプレックスに思ってる親は、子供のことをディスるんですよ。だって自分よりできたら困るじゃん。親の立場なくなるじゃないですか。で逆に、それを踏まえた上で、自分の子供が自分を超えていくもんだって分かってる良識がある親は、子供のことを応援できるんですよ。だから、はっきり言います。別に、 拳でボコボコにしなくてもいいです。自分が成功することによって、誰がどう見ても、いや、この親言ってることは頭おかしいなと思えるぐらいに、自分がなってしまえばいいので、ほっとけば、普通に自分はその親を超えていけると思います。子供は親を超えるもんなんで、てかそれは親孝行ですから。うん。だから、親孝行も兼ねると思ってもらって、拳ではなくて、自分の背中で、親父を超えて、親を超えて、それでボコボコにしてやればいいと思います。はい。じゃあ、続いて。 えー、昭和後期は平安時代までは一定以上うまくやっていたけど、えー、これからの時代で雑説しえー、かっこみんなが、えー、ね、理想する年収やプレイベートで実現できないな。人間はどんなタイプでしょうか例えば、えっ、ー、と、こだわりが強いとかってことなんですが、えー、昭和後期から平成ってすげえひどいな。公務員じゃない言われたことをやればいい。だけの人間っていうのは、基本的には、これからうまくいかないでしょうね。なんでかっていうと、今って、YouTube とかでさ、じゃあみんなさ、 いろんな YouTuber 見るじゃないですか。なんで見ますその YouTuber が面白いですよね。なんで面白いと思います皆さんの周りにいないからですよね。で、なんで皆さんの周りにいない人好きだと思います簡単ですよ。人間って、身の回りにいる人とみんなと一緒でいたいんですよ。みんなから、あの、なんか逸脱したくないと。普通だって思われたいのに、でもどこか、普通じゃなくて生きていきたいと思ってるんですよ。つまりどういうことかって言ったら簡単で、他人と違う人を見るのに人間は憧れるんです。自分はそうなる勇気がないから、だからこそ、 人とは違う生き方とか独特な生き方をしてる人間に憧れてそういう動画を見て代理経験するんですよ。自分はそれができないんだけど、でもそういうことをしてる人を見ることによって、なんだろうこう、代理としてね、そのそういう人生を一旦担うみたいな。だから芸能人を応援する、YouTuber を応援するっていうじゃないですか。あれ応援って何かっていうと、応援することによって自分もその人のリスクを取ったクリエイティブな活動に関わってるって思いたいだけなんですよ。っていうのがあると思うので、だからその、 無難で安定してる職業を取ろうと思う人って、これ何かっていうと時代の変化のスピードが早くなかったら安定するんですよ。公務員とか。でも今どんどん早くなってくるんですよ。どんどん早くなって、国だって国という形態でって残るのどうなのっていうふうになってる時代に、それやったら多分置いてかれると思うので、だから僕は、まあ、これがらの時挫折する人間は安定を求める人間だと思います。結果安定するのはいいんだけど、最初から安定を求める人間は多分安定にたどり着かないです。 えー、20代前半の元アパレル店員です。2年から3年ほど正社員をして副店長になりましたが、上司が原因で、うつにね、退職しました。それは大変でしたね。えー、お休み期間半年ほど取ったので、フリーターとしてまた叩きたいです。えー、そこでおすすめの用紙など、店長のアドベースをいただきたいです。過去、性格は、16タイプで ENFP。あ、これ、あれですよね。あの、え、あれですよね。なんだっけ。えーと、MBTI ですよね。多分ね。マイヤーズ・ブリッグス・インディケーターで調べてますよね。MBTI インチキなんで、あれ、科学的にあの、気にしなくていいですよ。 はい。えー、接客は大好きですが、アパレル業はトラウマでやりたくないです。ぜひお願いします。そうなんですが、えー、そうっすね。うーん。でも僕から言わせてもらえば、トラウマ対策も兼ねて、あるいはトラウマ対策をしてもらって、普通にアパレルやった方がいいと思いますよ。20代前半のアパレル店員で2、3年正社員をして副店長まで行ったってことは、正直実務は全然店長よりできると思うんですよ。で、おそらく副店長として能力あったからこそ、えー、上司、 前店長とか、それを言う上の人が嫌がらせしてたんだと思うんですよ。だから自分能力あると思うんで、だったら普通にそのトラウマを乗り越えて自分の能力を活かして、で、アパレルとかである程度成功して、例えばじゃあ、ハイブランドとかに転職するとか。 アパレル系の人ってね、よく転職するところあるんですよ。ジュエリーとか、あの、いわゆる他のブランドだったりだとか、あとはビップ向けの接客のサービスとか、あとはその飲食店とかの、ちょっともうほんとほんと半田半半田なを客単5万円とか10万円とかするような飲食店の、こう、バトラーみたいな、ウェイターみたいなのとか、そういう仕事があるんで、だから接客には向いてると思うんですよ。だから普通にアパレルから行ったら、ノウハウあるし、いいと思うし、逆にアパレルの経験をそのまま活かしてアパレルが行きたいんだったら、僕は、なんかその、ハイクラス向けのレストランとかの、 店員さんとか、あの、ウェイターさんとか、そういうところから行ったら僕いいんじゃないかなと思いました。はい。トラウマだからやりたくないって、トラウマから逃げない方がいいんですよ。トラウマってね、自分から迎えに行った方がいいんですよ。逆にトラウマだから怖いじゃなくて、いや、あれトラウマだから、マジ負けねえと、うん。俺からもう突っ込んでやると。トラウマって自分から迎えに行かない限りは永遠に残るんで、うん、だからむしろ迎えに行った方がいいです。はいで。ごめんなさい。まだ質問答えるんですけど、ちょっと水取ってきていい <laughs> ちょっと水なくなっちゃったんで水取ってきますね。今日はねほんと美味しいワインをいっぱい飲んだせいでねもうテンションが上がりすぎてて止まらないんですよ。 偉いでしょでも水飲んでますよ、僕はもう。ここでワイン開け始めたらね、もう大変、大変なんで。<laughs> 大変、大変なんです。すそう、パンイチではないんだけどねあの、猫がいるんで、床段は結構通命かけてるんですから暑くて、これあの普通にパンイチじゃなくて、ランニングパンツです。あの、ランニングする時用のパンツですね。 はい。別にパン行き死ではないです。はい。じゃあ、あの、パンツ履いてるかって言ったら履いてないんですけど。はい。<laughs> いや無駄でしょ。部屋着でパンツ履いてるとか。 えー、不動産投資を始めたんですが、不勉強のため、フラット35の不正利用をされてしまいました。えー、一括返済を迫られたり、自己破損を考えてですが、えー、考えてますが、えー、同様の被害者がたくさんいました。えー、共通して、ある金融機関から融資です。えー、融資審査の誤差が詐欺スキームの一部にあります。この金融機関に責任追及することは可能でしょうか無理でしょうね、これは。うん。投資ってかなり自己責任なんですよ。例えば投資って、例えば詐欺的な投資とかありますのでよくほら。あの、 ね、年利20%保証みたいなわけがない投資とかあるんですね。ここに騙されてるとよく言うんですけど、あれって、じゃあ、騙されましたって言って、金融庁とか、叱るべきところに訴えても、これダメなんですよ。なんでかっていうと、じゃあ、詐欺でした、この投資はって言うじゃないですか。言ったところで、うん、その、その、その、投資をやってた会社に落ち度があったかって話なんですよ。例えば、1億投資してもらったけど、いや、全部突っ込んで溶かしちゃったんですっていうところが、詐欺で、 ゃあ 1>, 1億円から一部自分がもらっている、着服してると思うんですよ、詐欺だったら。着服してるってことを証明できなくて、いや、ちゃんと運用したんだけど、1億円分全部溶かしちゃったんですよっていう話になったら、追求できないんですよ。それは要するに、投資する先はあなたが間違えた責任ですよねってなっちゃうので、投資のね、詐欺をね、立証するのってすげえ難しいです。はい。だから、不勉強のため不正利用された こことと追すすするののののはは無理でで投不っって全部自分責任にななちゃうそかり難しいい思ま猫様大好きであるさんですが、犬様はどうですか猫様と犬様の魅力の違いを語ってくださいとかなんですが、僕ね、猫も犬も好きですよ。僕は人間以外の動物は基本全部好きなんですけど、特に猫が好きだけなんで、猫がぶっちぎり好きで、それ以外の動物、人間以外は大体好きです。みんな好きですよ。で、人間がちょっと低いってだけなんで、僕人間以外の動物全部好きで、特に好きなのは猫ってだけなんで、犬も好きです。はい。 犬可愛いよね。も、も、も、ふっか、尻尾振って、わーって飛び出てくるあの感じが可愛いと思うんですよ。猫とはまだ違う魅力あると思うんで。僕はまあ犬も好きです。はい。動物は全部好き。うん。人間よや。人間もともと好きじゃないんだよね。はい。 え、先日、バイナリーオプションのツール約60万円の本望販売による商談を友人の紹介で受けました。その商談ではマルチ商法ではないと言われ、友人は、えっと、バイナリーオプションで稼いだお金、修復制限に起業すると言っています。私は同様のパターンで詐欺にあったり人が見て怖くなり断ってしまいました。え、ですが、え、今はすごいちゃん大きなチャンスを逃した気がして後悔しています。先だったんでしょうかもし詐欺だとしてもチャレンジすべきだったんでしょうかとのですが、え、結論から言います。まず、投資で絶対に儲かる、えっ、ー、と、方法なんかをえ、わざわざ60万円で売るはずがありません。だって、そんなことするんだったら、そのお金分、 自分が突っ込んだ方が儲かるからです。だからそもそも訪問販売で、投資で、ツールで、バイナリーオプションで売ってくる人で頭おかしいです。しかもバイナリーオプションのね、あれ知ってますバイナリーオプション調べました調べたら、あの、どうもとか絶対損しないのがバイナリーオプションなんで、うん、そもそもツールを60万で売ってる人には頭おかしいです。何度も言ってますけど、僕、あの、皆さんに投資話とかしますけど、僕自分が何買ってるとか、どういう投資のやり方してるって一切言わないですよね。理由は簡単で、言ったら損だからですよ。うん、影響力ある程度ある人間が、 僕はこういう投資してますって言ったら、買うじゃん。僕はだからワインとかこれ美味しいですよとかこういう商品いいですよって言ったらみんな買うでしょ買ってくれるじゃないですか。ありがたいうことに。ワインとかもう一晩でね、僕は飲みたいワインまで売り切れてちょっと迷惑千番な感じなんですけど、僕は美味しいのしか紹介してないから。うん。でもそれを投資やっちゃったらどうなるかって言ったら、僕はせっかくいろいろまで考えて投資したのに、それをみんなが買ったら値段下がるじゃないですか。株だったら。みんなが買うからね。ら値段が上がる、上がるわけじゃないですか。そしたらコスパが的に悪くなるじゃないですか。か正直僕は、 投資の方法を売ってきたら、もう嘘ですよ。ベースの考え方はいいよ。こういう考え方としてはいいよ。こういう考え方やばいよ。マイナリーオプションで60万の訪問販売やべえよとか、それはいいんですよ。いいんだけど、でも、じゃあこれかえっての言っちゃった瞬間にもう終わりですよ。そういうことをする人は多分、相当頭が悪いか、お人よしか、 詐欺師かどれかです。だって自分の儲かる方法を教えちゃうことになるんだから。投資って基本誰でも買えますからね。誰でも買って儲けることができるのにもかかわらず、それを他人に教えるって。うん。頭おかしいと思いますよ、それは。近頃、迷っていることはありますか迷っ いいいるるるるこことととああああえっっ日本にいつまででようかなってことですね、うん、正直ね、今ね、富裕層ってどんどん出てるんですよ、日本から。赤田さんとかもそうだけど。日本にいるメリットって、ほんとないんですよ。なくなってるんですよ、どんどん。うん。だから僕は、僕は別に今い、いつ終わりにしてもいいんだけど、うん。 多くの企業って稼ぎ続けないといけないんですよ。なんでかって言うと、先行同士があるから。先行同士があって、それもとに稼いでるから、急にハイビジネス終了ってできないんですよ。ところが僕、今日終わりって決めたら、今日終わりにできるんですよ。かつ、担いでるものもないし。そう。だから、いいんだけど、うん、どうしようかなって感じですよね。うん。日本ねいや、日本はご飯好きなんだよ。日本にはいたいんだけど、でも別にさ、ほら。 変な話、日本にいる時に稼がなきゃいけないわけなんですよ。海外で会社作って、海外で稼げばそれでよくて、日本にいる時は、遊んでワイン飲んでご飯食べて、でいいわけなんですよ。そう。だからね、うん、いつまでやろうかな、って感じですよね、うん。日本ででも不思議ですよね。だからほら。ね、青汁さんとかもね、言ってましたけど、お金稼いでさ、税金払っても感謝されないし、むしろ叩かれるみたいな。こうなったら、日本で税金を納めるよりも、他の税金を納めてる人が、 ああ、ありがとうーって、勉強するけどありがとうって言ってくれる人がいる国に行くのが人情じゃないですか。わざわざ日本にいる必要ないから、ってなってくるとねって思っちゃいますよね。うん。で、猫、猫とかね、海外に連れて行くのは難しいんで、どうなのって言いますけど、でもプライベートジェットとかに、プライベートジェットとかに乗っけちゃえば別に一緒にこう、膝の上にね、抱えて一緒に行けるんで、ね。 別に数時間とかでね、行けるわけだから。だったらね、これ別に問題ないし。うん。だから、正直なら、日本にいなくてもいいんですけどね。うん。いいんだけど。僕はでも日本のご飯好きなんで、まだいる予定なんですけど。はい。ドバイねードバイねー いや、ドバイ以外にももっといいところあるんだよね。言わないけど。僕絶対言わないけど。うん。いや、ドバイとかシンガポールみんな行くでしょもっといいところあるのよ。実は。もっといいところあるのよ。もっと文化的で、文化的で、ちょっと別にドバイをするわけじゃない。文化的で、あの、税金も安くて、あるんですよ。あるんだけど言うと、みんないろいろ言うから、言わない。<laughs> 皆さんが思いつく国じゃないです、多分。え、そこ意外にそこみたいな国。モナコでもない。モナコでもない。うん。多分言えないと思うんです。シンガポール気になるけどね。でも僕、でもいろんなとこ行ってみるんですよ。だからそのな、なんなら、税金が安、どうせ出るんだったら税金が安い国を点々としてみたいです。どう違うか。うん。税金が安くて、 ね別になんかこう、かつ、自由にできて、ご飯が美味しくて、生活もいい国だったらどこでもいいわけじゃないですか。別に。どこだっていけるし。で、その点々としてみたいなと思いますけど、うん。日本だって別に稼がなきゃいいわけだから、もう、うん。稼いだ分全部使ったら、税金かかんないですからね。正直。だから稼がなくても、いいなって思っちゃったらもうそれでいいですよね。で、あの、拠点だけは海外に移してで、海外で稼いで、海外稼いだ分は海外の会社で海外に税金払って、 日本は日本で稼がないで、で、稼がない最低限の税金を納めればいいだけだ本当ですよ。うん、稼がないいだけなんだ,だから。サボったら、富裕層ってサボったら、税金はなくてよくなるんで。うん、<laughs> マレーシアでもないよね。エロ漫画と違うね。やっぱ出てこないよね。意外すぎて出てこないんだよ。この国は。うん。 おそこでありがとうございます。宇宙や物理についての講義聞きたいです。また表現力講座などは今後出てくるんでしょうかとうことあ、やる予定です。はい。やります。はい。宇宙の話ね。面白いですよ。宇宙の話は。友人のさらに友人がマニピュレーターなんですが、伝染するもんでしょうかそれとマッチングアプリで相手に質問しない人を切るのは合理的でしょうかとなんですが、あ、いいんじゃないですか両方とも。はいえ。友人の友人がマニピュレーターだ。 もう伝説するかって話なんですけど、伝説はあんましないと思います。遺伝的なものなんで。だからあんま関係ないです。あと、マッチングアプリで相手に質問したい人を切るっていうのは、いいと思います。興味ない人を切ってるとこなんで。うん。問題ないと思うんですけど。友人関係はメールが直接あった時、どっちが大切ですかってうんですが、ごめんなさい。何の質問なのかわからないんですけれども <laughs>。うーん。これどういう意味なんだろう。どういう意味だったのみんなこれ。友人関係はメールが直接あった時、ど、っちが大切ですか、うん、ど,どういう意味なんだろう。 友人関係でメールをするのと直接会うのとどっちの方が大事かってことどう考えても情報量が多い方が大事なんで直接会った方が大事なんだけど、ちょっと意味がわからないですね。 しみきりが迫っている仕事があっても、手掛けていると眠気が迫ってきてし、えー、寝てしまい、えー、結局脳器で先延ばししてもらうお願いを相手方にして取材することになります。また、プレッシャーを感じるような仕事が控えている次の日の朝は、えー、すごく恐怖を感じて、出勤準備を十分にしたいのに、ギリギリに気をしてしまいます。えー、睡眠に匂いでしまう私は何か心の病気でしょうかただ単にだらしないだけでしょうかとかなんですが。いやいや、違いますね。これ多分ね、あの、プレッシャーがかかって睡眠の質が悪くなってるんですよ。なんか、睡眠の質を、えー、高める努力をした方がいいと思います。例えば、お風呂に長めに入るとか、あとお風呂入って 1> 1時間ぐららい経っててかか布団の中ににに入るるるよよううして体温をちゃんとと下げるようにするとかあとは、日の木オイルとかを、え、お風呂とかにぶっ込んでもらって、でそれで入ってもらって、血圧を下げてストレスのリリースをするとか、寝る前に枕元に、枕にあのラベンダーオイルがピピピってかけて、ね、睡眠の質を噛めてもらうとか、いずれにせよ睡眠の質あれ、睡眠の前後の、えー、ストレス対策をしてあげれば、えー、大丈夫だと思います。あの、長く寝ちゃうのはなんでかっていうと、 ストレスがかかっちゃって、睡眠質が悪くなってるんで、睡眠質が悪かったら長く寝ないと体が休まらないので、それが原因だと思います。はい。えー、小学校の娘の中学受験、小中高一貫か大学付属かどっちがいいですかえー、私は大学付属で話しく学生生数を送ってほしいと思ってましたが、塾の先生たちは、えー、皆、えー、中高一貫で大学受験した方がいいよと言われます。えー、付属高校は意外と勉強してないと思います。どちらがいいかお願いします。ちなみに娘の生成は、 成績は、えー、中の中ぐらいですよ、ね。なるほど。うーん。簡単に言うと、大学付属の学校に行って、大学付属に行く人が多いんだったら、あのー、中高行く方がいいと思います。やっぱりね、大学受験って大事なんですよ。自分が、やっぱりその、自分の限界というか、あの厳しい環境に置かれるっていうのがないと、社会に行ったらもっと厳しいんですよ。正直。 で、大学受験で優しいんですよ。なんでかっていうと、出範囲が決まってるから。この範囲の中で競争になるんですよ。頭いい悪いを含めてもね。社会に出ると、もう、問答無用ですよで。簡単に言うと、大学受験は、じゃあ、ボクシングのルールでやりましょうという戦いだったのに、社会に出たら、武器もありだし、ミサイルもありだし、何でもありの戦いになるんですよ。怖いじゃん。勝てないじゃん。しかも、階級もないんですよ。年齢も違うから。 社会に出た瞬間に、もう、権力も地位も金もめっちゃあるおじいちゃんと戦わなくちゃいけなくなるんで、そういう意味で言うと、僕は大学の時に、大学に入る時に大学受験で戦っておいたのは、すんごい良かったなって思ってるんで、僕は中高一貫おお勧めしますけどね。はい。ただ、大学附属系の学校って、トップの人、成績がいい人は、ちゃんと大学受験するんですよ。 自分たちは、最悪大学付属に行けるんだけど、その中でも大学授業にちゃんとして、ええ、いい大学に行こうって思うんですよ。そういう人と付き合ったら、付き合えるんだったら大学付属の方がメリットがあります。みんながぬるま湯に行こうと思ってる中で、それを振り切っていい大学に入ろうって頑張る人から影響を受けたら、多分、大学とか社会に出ても他人に流されないで自分の道を聞いてけるから。だから自分の娘さんがどっちに行くかです。要するに周りの、 に流されて意思決定をする人だったら中高一貫に行って大学受験で戦った方がいいだろうし逆に周りのそういうのに流されなくて自分が行くべき道を自分の力で選べるんだったら大学付属に行って大学行きたきゃあのいい人たちと付き合ってその影響を受けるしかないのでだから選び取る人間なのか流される人間なのかによってどっちが多いかを決めた方がいいと思います 新しく立ち上げた施設の管理者をしています。正社員である部下に自己承認欲求の塊のマウントは BBA を回され、えー、言うことを聞かねえはマウント取りに引き続ければパートを分裂させようと駆け回されると迷惑しています。もう、えー、もうすぐそいつは異動になりますが、めちゃくちゃにされた怒りが収まらず、気づけば仕事に行きも奪われました。責任者でありながら今の職場で働くなくなってきました。どうすればということなんですが、え、責任者なんでしょ首にしたらそいつ。うん。普通に首にすればいいと思いますけどね。 うん。で、あの、なんかちゃんと言わないとダメんですよ。やっぱ年上だからこっちも、なんか、あの、なんかね、あの、遠慮すると思うんですけど、地位的に自分の方が上だってことちゃんと教えてあげないといけないんで、言うことを聞かなかったら、これをやらなかったら、あの、本部に報告しますよとか、クビにしますよと明確に言った方がいいですよ。うん。あの、空気を読んでもらうとか考えなくて、いやいや、あなたはこうだから、 これやってください。やらないんだったらもう、ダメですよ、と。いうことを明確に言った方がいいと思いますけどね。はい。で、その人は異動になるんでしょ異動になるんだったらいいじゃん、もう別に。うん。そんなしょうもない人のせいで、自分がやってた仕事を嫌いになっちゃうのってもったいないと思いますよ。うん、普通に。で、僕もね、実はありました。これ。今まで、多分そういう人が僕がね、なんか炎上した時に、DAIGO の本はなんか印税が高くてどうのこうのって、なんかね、 ネットニュースに書いていたやついましたけど、うん。まあ、高いのは当たり前なんですけどね。なんでかというと、高いところとやるから。うん。だって1%でも多く印税出してくれる人と仕事した方がいいじゃん。どう考えたって。うん。真面目に考えてくれてるんでね。その、あの、僕との仕事をね。だからそうやってやってきたんですけど、そういうの言った人いるんですよ。で、僕ね、そういうしょうもないめんどくさい人に対して、僕、明確に言うんですよ。いや、僕、あんたのこと嫌いですって。うん。あんたのこと嫌いだから、もう二度と仕事したくないと思うので、これで勘弁してくださいって、僕、明確に言います。なんでかっていうと、お互い、その言わないと残念だから、 こっちが嫌だと思ってるわけじゃないですか。で、相手も嫌だと思ってる可能性あるんですよ。したらメイク言ってもらって、僕はあんたのう嫌いなんですよ。だから、お金になるんだったらやってもいいと。このぐらいお金になるってやってもいいけど、そうじゃなかったら、あんたと仕事しても面白くないし、お互いに望まない仕事をするメリットはないからやめましょうっていうふうに僕は言うんですよ。メイクに言ってあげると向こうもそれで弾けるじゃん。うん。だから、お互いに気使って嫌な人同士なのに、しかもお金にもならないのに仕事をするって、僕はそっちの方が不幸だと思うんで、ちゃんと言った方がいいですよ。 うん。はっきり言わないと。やっぱり。お互い損じゃん。だって人生限られてるんだから。すいません。酔っ払ってずっと放送してたら、もうすでにもうすぐ3時になるってことが分かりまして。はい。いや、今日なんか人数少ねえなーって。2000、なんかね、2 3000人ぐらいしか、3000人ぐらいか。うん。しかいないなとって思ってたんですけど、あの、すごいっすね、皆さん。うん。確かにね。これだったらむしろ逆に2700人、800人ぐらいいるの。かえって多い気がしてきました。<laughs> <laughs> はい。じゃあ、ちょっと次の質問も、えー、ちょっと最後の読み終えたら一応、一応、一応終了で、えー、はい、終了で、あの、残ってるスパチャ答えたら終わりにしたいと思います。はい。明日月曜あそっか今日日曜なんだあ、だからみんな遅くまでやるんだ。あれ明日休み え、パートナーの親に結婚反対されてます。地元が遠いことは、修行でないことなどが理由です。修行でないことが理由を。え、パートナーは、大事な親からの反対に、え、疲弊しています。挨拶も拒否です。依存的な親子に、ね、え、どのように立ち回れば話が進むでしょうかと思うんですが、え、関係なくないこれは。そもそも、修行じゃないことが理由で、結婚を反対する親とか、もう、しょうもなくないだってさ、うーん。 まあね、んどうなんだろうね。で、で、で,でもこれに、ね、これでもね、逆に、親に聞いたらいいと思うんですよ。自分が逆の立場で、修行じゃない、自分とか遠いって言って、反対されて、今の奥様とお付き合いしてませんでしたかと。あるいは今の奥、今の旦那様とお付き合いされてませんでしたかって聞いてみたりするすよ。自分が逆だったら、それで反対されたらどう思いますかって聞いた方がいいと思うんですよ。うん。 って思うよ。逆に挨拶は拒否されてるっていうのも、いや、その、一旦ね、挨拶しようっていうふうにこっちが言ってるのに、それを、まあ、足に、修行しないからお前、まあ、ダメだと。いうふうに、自分がね、自分の親にね、挨拶しに行こうと思った時に言われたら、ショック受けませんでしたかと。うん。私はショックを受けてますと。一回お話したいですっていうふうに言って、それダメだったら、もうその親はほっときゃいけないと思ですよ。うん。言い方悪いけど、向こうの方が先に死にますんで。うん。 で、しかも面倒を見なくちゃいけなくなるのもこちら側だけじゃないですか。だから普通に、それでいいと思うけど。うんうんうん。で、旦那さんとかパートナーが依存的だったら、これもあの聞いた方がいいですよ。親に対して依存的な、えー、人と皆さんもし付き合う場合は、ちゃんと明確にしてください。親と私と、あるいは俺と、どっちが大事なのかと。両方は大事するといいんですけど、でもどっちが大事なのかって聞いた方がいいと思うんですよ。うん。それで、親の方が大事っていう人とは、 僕は付き合わなくていいと思います。はい。なんでかっていうと、親の方が大事ってどういうことかっていうと、親の意見に従いますってことじゃないですか。うん。そしたら、その、なんねんこれ言うとすごい、僕はね、親はね、大事なんですよ。親父のことも大事だと思うし、母親のことも,もうなくなっちゃったけど、親孝行したいと思うんだけど、それとこれとは別なんですよ。要するに、 どういうことかっていうと、自分たちの人生を親にコントロールされるのを心注意って感じてる人ってことなんですよ。これって。だから自分で選べないんです。でもっと言うと、親がいなくなったとか怖いんですよ。自分の力で自分の人生を選べない人って、自分がリスクを取ったりとか、他人に否定されてても、自分の家族とか子供とか家庭とかは守れないってことです。要するに、誰に何と言われようと、いや、俺は家庭が大事だから、もう俺はこの子こと結婚するんだと。この人とね、結婚するんだと。うん、なんか悪いかと。うん。 文句あるんだったら俺に言えと。そう。俺選んだんだよと。うん。俺のこと認めてくれないってことっていうふうに、その、戦うべきはね、だ、わかんない。パートナーが旦那さんなんか女性なんかわかんないですけど、パートナーが戦うべきなんですよ。それは。俺が選んだ女に文句あんのかっていうふうに言うのは、その、その人がやるべきことなんですよ。でもそれをやらないってことはどういうことかっていうと、逃げてるんですよ。で、こういう人間関係の様々な問題から逃げる男または女っていうのはどういうタイプかっていうと、結婚に向かないんですよ。やっぱり。 それって、すべての苦しい問題とか怖い問題を全部はがらかして生きていくんで、結婚には向きませんので、だから、もし自分のことを優先して、あるいは自分との結婚のことを考えて、親と戦ってくれないようなパートナーなのであるのであれば、他の人に行くことをお勧めします。はい。要するにね、あの、自分が選んだ選択肢なんじゃん。結婚相手ってね、当たり前だけど、お見合いじゃなかったら、自分が選んだ選択肢でしょ自分で選んだことのために、 他人と戦えない奴はダメよ。本当にダメよ、これは。うん、何回も言うけど。だって自分が好きになったんじゃん。ね結婚してると思ったわけじゃないですか。で、その人のために、親とか、他の他人の目とかと戦えないって時点でもう終わってるよ、これは。うん。じゃあ結婚すんなよってですよ。なんなら親のすねずっとかじってって、親が選んだ人と結婚すればいいじゃん。うん。えー、無責任だと思うよ、僕は。うん。じゃない <laughs> どうすかそれ。僕だって親に、僕は、いやこの子いいって思ったこと結婚するって決めて、親に反対されても俺全然、いやいやいや、黙れやってなりますよね。俺が選んだんだって。親への感謝と自分の選択をコントロールするのは別ですで。それに対して反抗しないってことは、親に自分をコントロールしてほしいと思ってることなんで、自分の人生を決め、自分で決められない、まあ、ひよっこなんだろうなって僕は思っちゃいます え、大悟さん、こんばんは。睡眠に関する質問です。大悟さんはこの時期に夜更かしをした。この時間に夜更かしをした場合でも起きる時間は固定していますかもしよいければ大悟さん普段やってる睡眠室を上げるためにしてることあれば教えてください。ヌこミコピコ様大好きです。そうなんですよもう最後の一応で僕はもうこの人の質問にちゃんと真面目に答えようと思いましたね。はい。え、結論から言います。えっ、ー、と、この時間に夜更かしをしていること、時なんですけど、なんでこういう風にしてるかっていうと、僕で二つ言いがれまして、一個がお酒を飲みすぎた日、あとはご飯を食べすぎた日が結構夜更かし,してます。なんでかというと、寝ても睡眠 暇な時間に寝て、暇な時間を起きるのは超大事なんです。大事なんだけど、ちょっと、いいワイン会があったお酒ちょっと飲みすぎちゃったなーってなると、寝ても、まあ、やっぱりこう、ちょっと余裕を冷ましてから寝るべきなんですよ。あとご飯とかも、いやー、美味しいご飯いっぱい食べちゃったーって食べると、逆流性食道炎みたいになりますよね、寝転がると。だから、ちょっと消化して落ち着かせてから寝た方がいいんですよ。だから、僕は、そういう時には自分の酔がある程度冷める。あるいは、ある程度消化するまで待つんですけど、 ただ座って待ったりとかしててももったいないじゃん。しかも酔っ払ってるしお腹いっぱいだから、濃いのでも頭に入らないでしょあ、だったら放送した方がいいだろうなと思って僕は放送してるんで。だから実はね、本当申し訳ないんですけど、皆さんには僕の消化に付き合ってもらってるっていう、そういう状況なんですよ。で、それからは基本的には7、8時間は寝ます。基本的には睡眠時間だけは、睡眠の長さだけは、基本的には守るようにしてます。はい。 ちなみにですね、最近僕の睡眠を邪魔する子がここにいまして、まあ、今、あの、脱ぎ散らかしたマフラーみたいになってるミコさんってあの、オレンジのカラーがついてるこの子がいるんですけど、この子ね、僕は寝るときにね、最近ここに乗って寝るのが好きなんですよ。僕のこの、胸の上に乗って寝るのが好きなんですけど、まあまあ重たいんですよ、この子筋肉質なんで。うん。最近はね、その上で睡眠の質が下がってるんだけど、だ個人的には乗っかられる睡眠の質の低下と、ミコさんがずっとここにね、くるくる。 ぐるぐるってぐるぐる言うんですよ。このぐるぐるの音がきっと睡眠質を高めてくれるに違いないというふうに思って、僕はまあトントンかなと思って、あいつもこの方が乗っかって寝てます、最近は。あ、みこたん見えてないです。あ、ごめんなさい。みこたん。みこたんこれね。マフラーみたいに。みこさん。みこたん。 首の下引っかくから取り付けられてるんだよ。 なおした治るといいんだけどね、治らないねまだ <laughs>、えー。デルボカインです。えー、宇宙の面白い話聞きたいです。2月に国士から、ね、応援してくださいといるんですが、おお、いいですね。2月に国士、頑張ってくださいはい。 ええと、まあね、やっぱね、こうね、試験ってね、別に落ちたからいいとか悪いとかじゃないんですよ。僕もね、試験落ちてから成長してることとかいくらでもあるので、昔。だからあれなんですけど、ただ別にね、受かるに越したことないんですけど、やっぱりね、何かを突破するって、特定のゲームの中で何かを突破するって、人生の中では結構大きなプラスになるので、そういう意味で言うと、やっぱり自分にチャレンジするっていう点で、あのー、試験ってすごいいい子だと思うんで、はい、頑張ってください。はい。 あ、SNS からスパチャルできました。ありがとうございます。はい。 え、弟子です。え、25歳で今役者をしています。え、大手事務所に所属してるわけではないので、今後役者に成功するために SNS を伸ばそうと思っています。えー、僕はハリウッド俳優と同じ、よりリアルな演技を追い求めるメソッド演技法を栄養成上で勉強したんですが、ハリウッド俳優と日本の俳優の演技の仕方の違いなどの解説を YouTube で配信しようかと考えてますが、え、重要があまりにも日かなと思います。大悟さんはどのように人を集めようと思いますかとは、いや、僕だったらそれやらないですね。役者の中でも特に日チの人しか対応してないと思うんで、僕だったら、あの、 いや花江夏樹さんとか絵をパクりますね。あの演技力あるんだったら、普通にその演技力で特定キャリになりながら、例えばうのをやるとか、なんかトランプやるとか、やってるじゃないですか、花江夏樹さんって。なんかあの,あの、あの、なんだろう、あの、闇の UNO とか <laughs>、漆黒のなんとかの、なんとかの、ワイルドカードみたいなやったりとかして、なんかこう、あの、 なんかこう、中二病心をくすぐるじゃないけど、そういうコンセプトでやってるんですよ。だから僕だったら、役者仲間とか集めたりとかしたりとかして、ね、YouTube とかで、とか SNS とかで、そういうふうにその、本気で演技力ある人が面白かったらどうなのっていうその大衆向けにやりますね。うん。だから、俳優と俳優と日本の俳優の演技の仕方の違いとかって言っって、多分それ、学ぶのって相当上の俳優だけど、相当上の俳優って上の俳優からしか学ばないんで、だったら俳優と俳優と日本の俳優の演技の仕方の違いを、 じゃ、それこそ、渡辺健さんとか、トップの俳優とかやった方が話早いじゃないですか。だからその、他人に真似されて自分がマイナスになるもんってやらないんで、僕だったらエンタメに振ります。はい。大悟さんが今移住するのはどの国ですか言いません。ごめんなさい。はい。言いたい、言いたいっていか、その、言ってあげたいんだけども、言いません。はい。僕今ちょっと気になってるところあるんですけど、言いません。はい。あの、得がないので。 はい。頭悪くて仕事が辛いです。死んだ方がマシだと思います。仕事をしないわけにもいかないんで生き方に悩んでますってことなんですが、死んだ方がマシって思ってるのに仕事をしないわけにもいかないって思ってる時点で別に死んだ方がマシとは思ってないってことですよね。な、はい。えー、そうっすね。 あの、頭悪いから仕事が辛い,いのはないと思います。頭良くても仕事辛い人はいくらでもいると思うんで、だから普通に手を抜くことを覚えたらいいんじゃないですかうん、効率よくお金を稼ぐというか、そういう方法を考えてみるとか、いろんな方法を試してみるっていうのがいいんじゃないですかね。でも頭が悪いって決めつけることによって多くの人って考えないんですよ。 自分が工夫したりとか、そういうことをする、えー、のはめんどくさい。めんどくさい理由として、えー、自分は頭悪いから考えても意味ないんだ、みたいなふうに考える人がいるんですよ。でそれってもったいないので、普通にその頭悪いを言い訳にしないといいと思うんですけど、頭悪くても行動が馬鹿になるわけではないと思うので。はい。 私も感謝のスパらしさせてください。去年独立するだと目標立て、まず所有資格を生かしてフリーランスで少しずつ活動を始めました。え、YouTube では、え、保育士、え、本作家として、自作、え、本も、えー、始めて楽しいです。よすみたいです。なげさんの言葉で動けました。あー、それは良かったそれは良かった。ありがとうございます。はい。え、いいですね。なんか、こう、なん、なんでもいいから行動して人生変わってる人は美しいですね。はい。はい。応援しております。 スタンプもらいました。ありがとうございます。続いて。え、皆さん、こんばんは質問させてください。私はもともと不眠症で、えっ、ー、と、民生を飲んでも朝まで眠れないということは何でも続いたんですが、ここ最近10時に過ぎたら、睡眠にかけて気が付いたら眠っています。そして、いつも、えー、必ずこれくらいの時間に目が覚めて朝まで眠れないです。えー、これも睡眠障害の一種なんでしょうかところなんですが、えっ、ー、と、睡眠障害をもともと持ってたんだったら、病院に行ってください。睡眠障害っていろんなパターンがあると思うので、睡眠関係の外来とかに行ってもらって、それで、あの、相談するのが一番いいと思います。 メタバースの私の聞きコメントしてます。ライブ配信やってます。筋トレを中心に体の動かし方や、正しく筋トレできる方法などライブで共有してます。歌のお兄さんのように、みんなにスカリットになりたいです。そのようになれる対談キャラを教えてください。d レ a ーで学びますかということなんですが、 うーん。まあ、ああの、SNS で、あの、勝てるというか、影響力を上げる方法は、d ラボでは、えー、紹介してます。大衆戦のテクニックとかで紹介してますが、ただね、ごめんなさい。あの、メタバースもそうだし、YouTube そうなんですけど、この個人が発信する時代になってきた時に、歌のお兄さんみたいに、みんなに使えれる人材ってのは、実は求められてません。YouTube もそうだけど、みんなに好かれてる YouTuber 誰かいる 絶対ディスられてますよね。だからみんなに好かれるってどういうことかっていうと、没個性になるんですよ。で、没個性って今伸びないので、あの、歌のお兄さんになる必要は全くないんだろうけれども、ただフォロワーを増やす。好かれてる人と嫌われてる人を比べたら、好かれてる人の方が圧倒的に多いよねって状態を作るのが大事だもんで、これに関してはディラボで紹介してますので、ぜひ SNS って調べてもらったりとかすると出てくると思います。あとは、えー、っと、うん、何がいいかな。あと、ファンダムレボリューションとか読んだら ファンダムエレボリューションの今みャさっと打ちますけど、本があるので、これ見てもらうと、ええ、参考になると思いますよ。ね、え、19歳年下インストラクター諦めたくないです。彼は反対されたらしいけど、私は諦めたくないですもう2週間寝込んでます。でも回答してもらって少し気が晴れましたってことですが、晴れましたの字がやばい時期になってるけど、そうっすね。いやー、まあ、諦めたくないっていかとですよ。もそもそもだったら喧嘩しちゃダメだよね。うん。うん。<laughs> まあいいや。はい。 <laughs> 大河さん。先ほど書いてありがとうございました。昇格試験のものです。えー、自分の辛抱を大河さんからお言葉をいただき嬉しかったです。以前の増殖のさらまでなく自分で考えてやり方を工夫してた大河さんの動画を参考にしてきました。自分の職務に合わせて紹介したいと思ってます。えー、自身の辛抱を信じて明日もやつかとお話ししています。大河さん、ありがとうございます。とういうことで、わざわざャルいただきました。ありがとうございます。はい、まあね、うん。 面接官からね、ディスられても気にしなくていいですよ。人間ってね、相手のね、能力とかってほとんど見れないので、うん、事故みたいな問題で面接官にも仕切られたとしても、人間ってね、自分と似てる人を選ぶだけなんですよ。だからもし面接本番にできるコツがあるとしたら、相手と、相手の面接官の自分は、似てますよ同じシーン持ってますよ同じ考え方してますよっていうのを仕事以外の趣味とかそういうので、同じ考え方持ってるとアピールができると通りやすくなるぐらいのことを覚えておけば、いいんじゃないかなと思います。はい。 よく周りから不満や顔が、えー、態度になると指摘を受けます。出ないような方法は何かありますかと思いますが、出していいと思いますよ。ね、実際、実はね、人間って、あの、自分の思ってることとか考えてることを顔に出せない、自分を偽ろうとすればするほどえ、普通の人間は能力が下がる、パフォーマンスが下がる、頭の回転が下がるってことが分かってるのでえ、むしろ不満とか顔とかを態度に出しまくっていってもらって、それでもできる仕事につくとか、出しまくるん、 出しまくって顔に出るんだけど、でも逆にそれを開き直ることによって自分の能力を高めて違うところで成果を上げてれば、不安とか、あのー、そういうのが顔に出た時が態度に出ても、周りからでもあいつ仕事できてるしねって思って認められるようになると思うんで、そっちをおのぼしていった方が僕はいいと思いますけど。えー、音楽を聴くだけで LINE が来るという YouTube って効果ありますかと思いますが、いや、ないと思いますけど、音楽を聴くだけで LINE が来るって何ですよ何そのオカルト怖くない <laughs> ちょっとんっと何言ってるかわかりません。ごめんなさい。 えー、結婚とは人生の墓場を経験しまして、現在のバートの主の関係が最高です。ストレスフリー、え、心身ともに、えー、健康有料 G ということで、そうなんですね。えー、っと、そういう方さんですね。はい、それは良かったですね。はい。別に結婚が人生の墓場だとは僕は思いませんけれども、それはその、 誰と結婚するかに違いますよ。ならば当然アンデットみたいなやつと結婚したら人生の墓場になるかもしれないですけど、逆もいると思います。えー、自己肯定感が低く感情の低く激しいことになります、えー。自信をつけようとしても何が自分にとっての人生につながるかわかりません。えー、そのことから恋愛でも依存してしまい辛いです色いろいろ喋りて試してみてもまくいません。ここから方法ありましたらご協力されてると思いますが、えっ、ー、と、恋愛に関してはですね、いろんな方法があるんですけど、セルフコンパッションが、えー、一番いいんじゃないかなって思います。 うん無駄に自問を責めずいけれるようになるっていう、自責癖対策法ってことで、えー、D ラボで紹介してますんで、今チャットで打ちましたので、よかったら見てみてください。はい。あとは恋愛依存症だったら、D ラボでも紹介してますけど、あ,あの、D ラボはあの、概要欄から見れますんで、あとは伊藤先生の恋愛依存症って本なんか読んでみたら、こうなると思いますよ。 こっちか。え先、ー、日は質疑応答していただきありがとうございました。マッチングアプリについて質問したもんです。えー、その後いろいろ考えた結果、リアエールも自分のスキルアップをしたいと思いなり、えー、語学力を上げたいと思いになりました。えー、そこで海外の方が、えー、多く住む、海外の方が多く住む幸せで引っ越そうとかと考えています。コロナの影響でなかなか海外の方が少ないんですが、語学力を効率よく上げる勉強法などがあれば教えてくださいってことでいす。アクエスいいんじゃない別にあの、チャットで言っますけど、はい。 僕もこれやってますけど、すごいいいですよ。あの、海外の、まあ、フィリピン系の人が多いですけど、海外の人と定期的に喋れるのがすごく大事で、で、なんだろう。やっぱね、最初はね、最初はちゃんと直してくれるとか、教えてくれる人がいた,やった方がいいと思います。よく海外とか行って英語喋るようになりましたって聞きますけど、最初は語学語学,学校とか行って、がっつりやるんですよ。で、英語の場合だったら、監視とか、あの、B 動詞の使い方とか、そういうのを結構がっつり最初矯正してもらって、その、ちゃんと、 ベースができてからアレンジに行った方がいいんですよ。でいきなりアレンジに行くと結構海外とかにいきなり行った人とかでも英語喋る人っていっぱいいますけれども、でもやっぱ発音が微妙だったりだとか、すんげえ日本人っぽい発音だったりとかする場合もあるので、最初から正規のトレーニングは一定以上やった方がいいと思うんで、このアクエスさんなんかすごくおすすめです。はい。 フィリピンはね、人件費が少ないんで、フィリピンの先生多いんですよね。でも別に、全然問題ないと思いますけど。はい。え、自律神経が見られると寝、ね、過ぎたりすることあると思いますかとす睡眠の質が下がるので寝、ね、過ぎる可能性はありますね。はい。あ、中川さんが YouTube のエマになってました。ありがとうございます。ヌコさん、ミコさん、ピコさんのスタンプが使えます。ヌコさん、ミコさん、ピコさんのスタンプを使うと僕は拾いやすくなるっていう、そういう、あの、特典があります。 足玉さんにもアンチがいるって何の話やん。<laughs> いやいや、アンチってでもね、相手しなかったら、発言できる場所がなかったら、アンチって生きる場所はないんですよ。だから僕の YouTube って、もともとコメントクローズしてました。もともと承認せず承認しないっていうスタンスをしてて、コメントって僕もともとコメントオンにしてないんですよで。最近、ちょっと前に一回オンにして、やっぱめんどくせえと思ったらオフにしたんですけど、あの、オフっていうか正確に言うと僕には見えるんです。60日間だけは。で、60日経つと自動で削除されちゃうっていう、 え、やつで、投稿した本人と僕と運営にしか見えないっていう、そういう風になってるんですけど、そうするとね、アンチってね、 いなくなるんですよ。アンチって、要するに、もう、わかりやすくアンチの人たちが集まってる動画に行って、アンチの、ね、なんかコメントすると、アンチたちが集まって、そうだそうだって言って盛り上がるんです。そうするとね、アンチって誰の意見も、えー、誰に対しても評価されない人生を送ってる人たちがアンチみたいな行為をするんですけど、ヤフーコメにいっぱいいる人みたいな、うん、なんだけど、アンチが集まってる場所だとお互い傷の舐めをしていいねがもらえるんですよ。だから、アンチが唯一いいねがもらえるのが、えー、炎上している動画のコメント欄なんですよ。とか、 自分が探したいと思っているところのコメント欄なんですよ。要するに、あの、類は友を呼ぶで、おかしな人たちが集まって、いいねしてるだけなんですよ。だったら、コメント欄の閉じたったら来なくねと思って、僕閉じたんですけど、閉じたら誰も言いに来ないっていうね。結局、彼らは、傷の舐めをする場合の、お祭り騒ぎをする場所を探してるだけなんですよ。えー、このままは、読書家の大河さん、村木はみはさんのような文学作品も読まれますか時々読みますけど、小説はあんま読まないですね。いや、時々読むんだけど。時々読むのが好きなんだけど、なんだろう。う そっから何か得られるかっていうと楽しいだけなんで、だから僕は割とその小説は、あえて読まないようにしてます。あの、好きでずっと読んじゃうんで。D ラボ会員ですね。大悟さんすごく尊敬してます。ぬこさん、みこさん、ピコさんもすごく大好きで、私も猫ちゃん3匹と暮らしてます。えー、去年の今頃ステロイド精神病になってしまい、D ラボのチャットを利用したんですが、コメントが表示され残念でした。えー、これからも応援していますってことなんですが、あ、そうなんだ。えー、D ラボのチャットを利用してコメントが表示されないって、 あんまりないと思うんで、もう一回やってみたらいいかもしんないですね。うん。多分ね、あの、アプリ入れ直したりとか再起動したら治ると思いますよ。うん。お疲れ様です。眠るとき、えっ、ー、と、かく起きてしまいます。これどうやったら治せるんでしょうかアトピー持ちです。後ー持ちは難しいな。えっ、ー、と、一応ね、病院行ってください。病院に行った上で保湿をがっつりやるといいと思います。はい、僕もなんか、 あの、時々なんかこの、この辺とか、この背中の部分とか、痒くなることがあったんですけど、最近はキャスターオイルと、あとはあの、ココナッツオイルを、上手にブレンドしたオイルを自分で作ってて、で、それをこう、体とか髪とかに塗ってるんですよ。それから全然痒くなくなったんで、もう、保湿効果がついていいかもしれない。猫さん。猫さん。猫していいたまには猫させてよ。よいしょ。なになにうん 若いね、犬子さんは。かわいい。見て、この顔。ピンク、キューピンク。ウェ、上。キックしないに。いいじゃん。たまには。うん。犬子さん。うん。うん、この子9歳ですからね。<laughs> 見えないでね。犬子さん。 ムカさん、うんうん嫌だ。わ、わ。ムカ <laughs> さん。<laughs> よし、じゃあ質問の受付をこれで終了します。残ってるスペシャル答えと終わりにします。遅くまでありがとうございました。すみませんね、皆さんの塗るタイミングをなくすっていう。 コメントクローズされてもファンレター感覚で送っちゃうよねってことです。あ、でも一応ね、僕は見てますよ。僕は見てます。はい。い皆さんのコメントは僕と運営と皆さんは見れます。だから僕にリクエストを送ったりとかする時には使えます。使えるんだけど、でもそうしたら僕に嫌がらせをするためにアンチがコメント送る必要なもんじゃん。送んたいんですよ、アンチって。いや、面白いんですよ。アンチって結局ね、自分のコメントが見られて、 みんながそうだそうだって言って盛り上がるのが見たいんですよ。だから僕に直接何かを言いたいとかじゃないんですよ。だから結構平和です。なんであの皆さんがやってもらう、あの送ってもらったコメントは見、見てます。でも時々消えちゃうんですよ。なんでかっていうと皆さんから見てもそうなんですけど、最近 YouTube の仕様が変わって、あの承認されていないコメント、一般公開になってないコメントって60日で消えるっていう仕様になってるんですよ。だから僕は削除してるわけじゃないんだけど、60日経つの皆さんのコメント消えちゃうんですけど、まあ基本的に見てるんで、はい。 そういう使い方は全然ありだと思いますけど。えー、36歳もない以前、えー、質問内容で、えー、デ,デートルミナーに恋愛をしている人と言われました。えー、現在、彼氏の理解中で、新しい方にも声を寄せられる成功し者です。ただし、声を寄せられるほど、えー、自信のない、 えー、自分の見た目が気になり始め、マスクを外すのが怖いです、えー。肌や髪を綺麗にしたり、なるべく気にせず笑顔にしたりと努力するんですが、それは自信を持つ方法ありますか男側顔で子供の頃何しなったら良かったのにと言われていたということなんですけど、やっぱ筋トレとかしてみたらいいんじゃないですかうん。別にそれ以外のところでプラスになればいいと思うんで。自分が努力をして、見た目の一部を手に入れたっていう人の方が自分の見た目に自信があります。だから、何だろう、う言い方ないけど、生まれつき見た目がいい人よりも、 途中から努力して筋トレとかをして首を手に入れましたとか、あの、ね、あのなんかこうね、かっこいい肉体手に入れましたって人の方が自信を持って行動できるようになるので、自分の力とか努力で手に入れた方がいいと思います。声かわいすぎ。だってぬこ、猫、ね、さん。ねえ。ぁ。猫さん。猫さん。よかったね。 おそこまでお疲れ様です。ゆっくり休んでください。あ、ありがとうございます。はい。そうですね。休んだ方がいいですね。そろそろね。はい。やーべー。3時22分ですよ。やばくないですかやっと余裕が覚めてきたよ、僕は。えー、コメントの返事ありがとうございます。今も精神病が再発してしまい、眠剤を飲んでもこの時間に目が覚めてしまう困ってました。またディーラボ会員検討します。おやすみなさい。ということで、あ、おやすみなさい。寝れるんすね。はい。よかったよかった。安心しました。 ということで、はい、皆さん遅くまでありがとうございました。はい。僕の酔いざむしに付き合っていただいて恐縮でございますが、はい。やばいですね。3時23分なのに、もう2500、百人ぐらい残ってますね。炎上する前でもこんな遅くまで遅することなかったですからね。うん。ありがたいところです。チンさん。 猫さん、目安についとるやん。あ、なんで逃げんのティッシュ、ティッシュを取ったから逃げまして。目拭こうと思ったら。ふ <laughs> 賢いね。肌ね。そう。肌だけは綺麗なんですよね、僕ね。<laughs> ニコニコではやってたよ。そうね。そう。いや、ニコニコみたいにね、こう、文字が流れる、あの、システムを今 D ラボで検討してるんですよ、実は。うん。D ラボって今コメントがニコニコみたいにこう流せないんですよ。 でね、元々は、あの、文字が左から右にこうやって流れてくのって、ニコニコの特許って言われたんですよ。でもね、なんか FC2 かなんかに裁判で負けたんですよね、ニコニコはね。で実際にその調べ条文とかいろいろ調べてみたら、コメントがね、こう画面の上をこうやって流れるのは特許じゃないんですよ。実は。それ以外の部分で、ニコニコが技術で特許を持ってて、その技術を使わなくていで、このなんか左から右にこうコメントがこうやってわーって流れるようなのを作ったら、あれはね、特許侵害にならないっぽいんですよ。 だから、そのディーラボにちょっとそういうの入れようかなと思ってて、その方が楽しいじゃないですか。うん。で、ちょっと考えてます。うん。肌エグ、加工してるみたいな。加工してないんだよね。そんなね、あの、奇麗なことできないんで、これ普通に iPhone、iPhone ここに置いて撮ってるだけです。<laughs> こういう、iPhone、iPhone を普通に、iPhone のインカメラで撮ってるだけです。 今日肌白い。あー、白くないんだけどね。あの、多分ね、あれでしょうね。あの、照明でしょうね。ここにね、ここに照明があるんですよ、ね。この照明の色でね、例というかこの、全然、ね、ここで変えれるんですよ。そう。<laughs> これで変わるだけです。これからすぐ寝るだけですかはい、そうです。寝ます。ふこさん。 <laughs> 見て待ってるついに猫さん涙出てるじゃんちょっとふこうちょっとだけ拭こすんないからうーんおすいします,いただきますよ イケメンなんだからさみこさん部屋にとっとかないとほら綺麗になったじゃんうん眠いたいねそろそろね寝よっかうんみこさん伸びてるはいということで 最近なんかね、そのねこの、ね、太ももがね、太ももが太くなったって、太もも太くなったなんかかう,うそうそうそう。あのー、ずっとなんか右手、最近やっと治ったんですけど、右手が、あのー、手首がちょっと、あの、人体をね、人、ね、体かあの、三角人体損傷してて、やっと治ったんですよ。やっとできるようになったんで、バーピーが始まったんですけど、それまでバーピーがずっと、こう、禁止になってて、右手が。だからその、 スクワットのあの、スミスマシンですの、重木背負ってジャンピングスクワットやってたんですよ。ずっとこうやって。したら結構太ももがね、足がね、太くなった感があります。すごい。この、ここが。<laughs> <laughs> そ,うそうそうそう。なんか、なんかそう。上から撮ってるのあんまりちょっと細めに見えますけど。うん。よく言われます、最近。まあまあ、それはそれでいいかっていう。 徹夜したことありますか全然ありますよ。僕だってもともと理系なんで、実験するときにずっと徹夜とかしてたんで。手首痛めると、えー、続くと癖になっちゃう。大丈夫です。ちゃんとあの対策してます。結構こう巻いたりとか。もう、もう、ほぼほぼ大丈夫です。はい。 大がオール強そう。あ、僕ね、二日ぐらいは寝なくてもやっていきますよ、実は。あの、やんないようにしてますけど。もともと僕、大学の時にやってた実験がね、計測するのに72時間とかかかる実験だったんですよ、実は。だから、普通に2、3日寝れないっていうのあったんですよ。仮眠はできるけど、がっつり家帰って寝れないみたいな実験とかやってたんで。あの、全然、ね、そういう意味で言うと、うん。2、3日寝ないはありました。はい。やんないけどね。 膝の上の筋肉が、あー、ここにつくんだよね。そう。まあ、こっちもとかお尻とかもつくんだけど、ここここなんていうのここにつくんですよね。そう、多分、このスクワットで、この、このあれするからだと思う。けどここにつくんだよね。 ダイごさん、体は柔らかいってことなんですけど。いや、柔らかい、どうかな柔らかいかもしれないね。うん。体の柔らかさどうやって調べるんだろうこれこういうやつ。どこでも全然手つくね。うん。つきますね。<laughs> <laughs> ミコさんのカラーどこで買えますかああ、えっ、ー、と、アマゾンで売ってると思いますよ。 足に筋肉つくの嫌ですかいや、全然別に。足に筋肉つくとね、あの、セックスするときにいろんな体ができるんですよ。あ僕は足に筋肉つくのが悪いとあの嫌じゃないです。目次は復活しませんかいや、しますよ。しますってか、誰かが投稿すると目次で復活するんですよ。 だから、僕の目次作ってくれる方は、あの、僕のあの、チャンネルで、公開コメントが、あの、表示される権利が、あの、あの、付与されるんで、何回か書くと。だから、あの、目次作ってくれる人は結構歓迎してます。昔、切り抜きの人がやってくれてたんですけど。ネックレスどこのですかあ、これこれはね、スケアクローっていうワインの、ワイナリーのメンバーシップを取ると買えるっていう、 やつなんですけど、ちょっと今日いつもネックレスと違ってね、わかるこれ。わかるかなスキャクロとオズの魔法使いっていうハリウッドの映画がありますけれども、それのロゴなんか書いてあるんですよ、ここ。カカシちゃんのロゴなんですよ。見えるかなはい。で、これは、ちょっと特別なやつで、このワインにくっついてたものです。 このワインのここに、くっついてたんですよ、こうやって、ピッて。で、これ24金、出てきてて。で、このワインがすごいワインで、これ2009年のスケアクローってワインなんですけど、どんなワインかっていうと、簡単に言うと、パーカーポイントってやつで100点を取った年のワインなんですけど、そのスケアクローっていうワインは、えっ、ー、と、カリフォルニアでも最も古いブドウの木 を使ってる、えー、ワインがスケアクロウというワインです。で、普通はオールドマンって言って、この75年を超えてる木のことをオールドマンって言うんですけど、オールドマンを20%しか使わないんですよ。ワインの中に。で、それ以外は新しい和い焼きで作るんですけど、このボトルだけ特別なボトルで、オールドマン100%で作ったっていうワインなんですよ。それに、この24金のこのスケアクロウの、あの、メダリオンがくっついてるってやつなんですで、これはね、買えないんですよ。いくら出しても。絶対買えないんですよ。 これはちょっとすごい特別な方から、あの、に飲ませてもらったっていうワインが中川ワインさんっていう、日本で一番のあの、カリフォルニアワインの、あ、入入をしてるインポーターさんがいて、その、あの、人に飲ませてもらったっていうワインですね。その方が、あの、過去に、あの、スケアクローってワインを、もう本当歴史上最高額の値段で、落札したんですよ。何千万みたいな金額で、落札した時に、ありがとうって感謝の気持ちを込めて、作ってる人から特別な、あの、ボトルをもらったんですよ。ってやつなんで、二度と買えないやつなんで、僕の、 当面のワインに関する次の目標は、もう一回これを飲むこと。うん。もう一回これを自分がオークションで落としてもいいんだけど、飲むこと。っていうのがこれが目標で、まあ、4000万ぐらい突っ込んだら多分買えるんじゃないかなっていう噂はあります。それはその、スケアクローっていうワインを落としたら、ただそのスケアクローっていうワインが5年に1回ぐらいしかオークション出てこないんで、ね、そもそも、もう二度と飲めないかもっていうそういうワインなんで、そういうのが好きです。なこさんはね、時々くしゃみします。もともと花が弱いワイン。 大悟さんのシンプルな格好は好意い持てるんですが、なぜお金持ち YouTuber で服が出さないんだろうか不思議。あ、これはね、実はね、明確な意図があります。なんでかっていうとね、YouTuber の人たちって、えっ、ー、と、お金使うところないんですよ。ところが YouTuber が、えー、経費で落とそうと思うと、身につけているもので経費で落としやすいんです。例えば普通の人って、じゃあ、 え、カルティエのこんななんか虎のこういうなんか、よくわかんないですけど、こう、ギラギラのダイヤがついてる、こういうなんかこう、ね、ブレスレットとか、すごいなんか高いブランドの服とか買ったら、全部経費で落とせるんですよ。一応ね。だから、彼らがお金を使おうと思うと、動画に映せるものにはお金使うんですよ。だから、言い方悪いんだけども、高いものをバンバン着れるんです。タレントさんとかよりも。全然。なぜかって日常生活を動画に撮れるから。でもタレントさんたちって基本的には、テレビに、要するに、 出たりとか、自分たちが動画の制作者として作るんじゃなくて、制作者は僕が出してる時自分たちが出るじゃないですか。かそうすると、経費が落としづらいんですよね、すごく。うん。だからそういう意味で言うと、彼らは、その多分お金を使うところが、そういう高い服とか、高いブランド物とかを買うってところにお金を使ってると思うので、だからそういう理由があるんじゃないかなと思います。僕はもう普通に、家から配信してるみたいなテンションなんですよ。僕はね。 ここで読書をするための部屋がここなんで。だから読書をするための部屋で、床段があって猫のために床段を温めて,て暑かったら、別に部屋着こうなるやん。うん。な <laughs>、そんだけです。はい。で普段この格好は出ないですよ。T シャツはこの黒い T シャツ着てるけど、これはもう普通にこの上からなんか、長いパンツとか普通に履けるんで。うん。部屋着です、ただの。経費使いたいために YouTube やりたくなってきた。あー、ダメですよ、多分これ。あのね、 例えばじゃあ、100万円経費使いました。でも YouTube で、100万円儲かってませんと。100万円経費使ったけど50万円しか儲かってませんとなったら、どうなるかって言ったら、まあ普通にダメです。はい。要するにその経費を使ったことによって、いから儲かってるかで税務署さんはちゃんと見るので、だから経費を使うんだったら、その使った経費が利益に繋がってるってことを証明できないとダメです。 え、セフレのことを好きになってしまいました。セフレという立場上、情を持っちゃいけないと思い込むほど好きになってしまいます。えー、出会った半年、世の痛みをしないデートも月一の頻度でしたり、えー、向こうはおえが、お金は向こうが全て出したり、私の我がままで行きたいところは全て考えてくれます。でもなんでこんなにも作ってくれるのかわかりません。ますます、えー、沼りそうで怖いです。セフレであってもこれくらいのことは共有範囲なんでしょうが多いんですが、逆にセフレでいて欲しいからやってるんじゃないですかセフレでいてもらうためには、愛情の代わりにお金とかリソースを提供しないといけないと思うので、だからほら、不倫関係にあるさ、既婚者の 男性っってその不倫関係ににある大学生ととかか飲み屋のおお姉さんとかにめっちゃゃ金使うじゃないですかなんでかっていうとそれは不倫関係なんだけど俺のことを一番に考えてよねっていうのでお金を対価で渡してるんで普通に対価として渡してるだけだと思いますけどまだ質問を受け付けてるんですねいやそうですねやばいですねうんこれ多分沼になると思うんではいそろそろ閉めますねはいということでこの時間に2500人いやずっと2500人なのよね 僕の放送ってすごい不思議で、ずっと聞いてくれるんですよ、みんな。ありがたいことに。ずっといるのよ。なぜか。ね、か数人数が減らないのよね。はい。不思議。ということは、大悟さんのワインも経費でいきますよね。まあ、そうだね。そうですね。ワインって大したことないんですよ。ちゃんと仕入れたら。うん。100万円のワインとかあったとしても、ちゃんとしたルーツで仕入れたら100万円もしないんですよ。実は。市場価格と仕入れ価格ってのは別なんですよ。で、僕はね、実はね、ね めちゃくちゃたくさん買うんで、極めて飲食店の値段に近い値段で買ったりとかしてるので、僕は割と安く仕入れてると思います。そこら辺のレストランよりも僕の仕入れ価格の方が多分安いですよ。今から78時間、あ、すごい時間やってる、そうね。はい。今から78時間で生活リベル逆転したりしませんかあ、しないんだよね、これが。 やり方があるんですよ。コツがあって。僕ね、いくらでもリセットできるんで。話し面白い。ありがとうございます。いやー、じゃあちょっとね、深夜でちょっと酔っ払ってるし、ちょっと皆さんに本音を話しますね。いや僕ね、ちょっとね、悔しくて、なんかあの、まあ、あの、あの、炎上したのはしょうがない。うん。あれはね、こう、反省してるんだけど、 それから別に自粛でも何でもないんですよ。するとか言ってないんだけど、3ヶ月ぐらい YouTube やってたじゃないですか。あれが個人的にはすごいミスったなと思ってて、そんなに休まなくてよかったんだよね。1ヶ月休むと YouTube の視聴って半分ぐらいになるんですよ。だから8分の1ぐらい戻して、今ね、7割ぐらいまで戻ったんです。だいぶ。YouTube が。でもやっぱり徐々に戻っている感じで、で僕やっぱり、あの、転んだ時に、その転ぶ前よりも高いところに行かないと、 なんか気にすまないんですよ。で、皆さんにも偉いそうなこと言ってるし、d ラボでも、やっぱり別に YouTube やんなくてもいいんだけど、じゃあやんないで終わらせようと思ってたんだよ。投資とかあったら儲かる人。で、投資も儲かるのは別に儲ければいいし、YouTube はさ、やめるとしても、転ぶ前よりも上のところに戻ってからやめようって思うんですよ。やめないよ。やめないんだけどね。みんなと話すの好きだから。やめないんだけど、で、も戻したいなと思うのがあって、戻す、あるいは超えたいなってのがあって、だからやってるので、ぜひ皆さんご協力お願いします。そう。 それを超えたいんやったただ,だらコラボとかしたりとかしてるのも、普通にコラボするの楽しいのもあるんだけど、やっぱさ、嫌じゃん。なんかその、悪いことは反省するんだけど、でもやっぱそれでじゃあ僕はじゃあやめます、消えますってなっちゃったら、世の中から叩かれたらもう終わりみたいな風潮になるじゃないですか。で、そうするとどうなるかっていうと、う叩かれるのが怖いっていう風潮が世の中にできるじゃん。だからみんなもチャレンジできないし、僕以外の YouTuber にしますると、 僕 YouTuber じゃないけど、そしたらチャレンジできないじゃん。で、僕はまだいいよ。僕は YouTube やめても、別に D ラボもあるし、投資とかもあるし、もう別に稼がなくてもいいから、うん。ねえ、こう本読んで猫と一緒にね、ワイン飲みながらのんびり生きていくだけだったら全然生きていけるから、何にも困んないんだけど、でも困る人もいるわけじゃん。YouTuber とか。もう、収入が YouTube しかありませんみたいな人もいるわけじゃん。でそういう人たちがさ、ちょっと何回って叩かれたら、はい終了みたいなっで、犯罪とか犯してるんだったらわかるけど、犯罪とかじゃなくて問題発言で叩かれて、 なんか夜中消されるのって僕違うと思うんだよね。だってさ、人間を裁いていいのって法律だけなんですよ。法治国家なんで。だからどんなにやばいことを言っても、僕は反省してるけど、でも僕じゃない人が例えば近いことは同じようなことを言ったとしても、別にさ、その、法律的におかしくなかったら、裁いちゃいけないのよ。それが法治国家なんで。で、それの人を裁くんだったら、政治家がちゃんと法律を作んないといけないのよ。そういう法律を。こういうことは言っちゃダメですよって法律を。でも日本って不思議で、めちゃくちゃ残業とかさせたりとかしても、 なぜか法律違反なのに、それは裁かれませんと。ところが法律違反してない人は叩かれます、裁かれますと。不思議じゃないだから僕はちょっとそのいびつな日本に対して、うーんって思うんで、だから一回元に戻したいなってのはあるんですよ。そう。いやなんかさ、人が人を裁き始めたら終わりですよ。人が人を裁いたら自分の都合のいいように他人を裁くようになるから、だから法律が生まれて法治国家ってのが生まれたんですよ。 だから民主主義が社会主義かの前に、法治国家が法治国家じゃないかって考えたら、あの、実は法治国家って、あの、民主主義ってダメだからあれですよ。まあ、社会主義国家より、社会主義国家ではしたけど、民主主義ってダメなところ多いんですよ。でも法治国家は、割と日本人間が作ったシステムの中のうまくいったシステムだと思うんですよ。でも日本って、平気でこれを破ってくるんですよ。評判だったりだとか、SNS とかそういうのね、炎上みたいな。だから、これ怖いなと思って。 で、喧嘩はいいよ。僕は喧嘩はいいと思うんですよ。一対一で戦うのはいいと思うんですよ。例えば、僕バーサス週刊誌の記者とか、えー、松、ね、エベックスの松田さんバーサス週刊誌の記者とか、これはいいと思うんですよ。一対一の戦いだったら、フェアなんで。そう。ところが、個人の力じゃなくてそれをやって、叩く側の人間が週刊誌の記者とか、テレビとか戦う側の人間が自分もその所在を明らかにせずに、 やるのって僕はアンペアだと思うんですよ。戦うんだったらさ、自分をさらして、ちゃんとタイマ張らないと。うん。人間ってそうなっちゃうんですよ、やっぱり。だって人間が法律とかさ、集団を作ってきてるって何だと思います自分たちの集団において、集団にとって、 価値がない人間を殺して生き残ってきたのは人間なんですよ。みんなに協力しない狩りに参加しないとか、能力がないとか、そういう人たちを殺してきてるんですよ。正確に言うと追い出すんです群れから。元々人間ってすごい協力する生き物じゃないですか。例えばオランウータンとか、そういう人間の、とは違う、えー、類人猿、えー、とか、霊長類って、協力っていうことがないから、逆に言うと協力がないがゆえに、ハブるってこともないんですよ。 例えば、じゃあ、そういう人間と同じような、まあ、あの、ルーツを持っている、じゃあ、とりカオラウンターとしよう。オラウンターの群れが狩りをして、ね。じゃあ、果物とか集めてきましたってなった時に、群れには怠けるやつ絶対いるじゃん。あんまやらねえ、みたいな。怠けるやつが、じゃあ、そのみんなで集めたフルーツを取ってるときに、来て、リンゴとかを取ってっても、誰も何も言わないんですよ。その代わり、その、 協力するっていう感覚が薄いから、故に、例えばじゃあ、えっ、ー、と、ライオンとかトラに、じゃあ、オラはもうタだ仲間が襲われたってなったら、どうなるかって言うと、誰も助けないですよ。助けないで、木に勝手に登っちゃって、みんなわーって登っちゃって、まあ、食われちゃった、あかわいそうにってなるんですよ。要するに、協力しないから、逆に他人を責めることもないんですよ。ところが、助けることもないんですよ。これが本来の類似縁なんですよ。とか、人間は、ちょっと変わってて、 みんなで助け合うんです。だから敵が来たらみんなで一緒に石を投げたりとか戦ったりとかして、で、そのライオンとか倒したんですよ。だから普通の猿とかルイ類ンと違って人間はそういう生態系の頂点に立てたんですよ。みんなで一緒に同じことをするから。だから、ライオンと人間が戦ったら負けますよ。負けるけど、ライオンバーサス人間20人で人間20人が一斉にこうやってわーって石を投げたらライオンも怖くて逃げるんですよ。実は人間が最初に手にした最強の武器って投げるって行為なんですよ。石を投げる。投敵ってやつ。 そう。これが実は最高の武器だったってことがいろんな研究で分かってるんですよ。だから人間ってそういうのなんですよ。ただそれってどういうことかというと、みんなで一丸になって敵と戦うってことは、逆に言ったら、みんなが働いてる時に働かないみんなが彼に行ってるのに自分だけ怠けていて、そいつが餌を食おうとしたら、そいつに向かって石を投げるのが人間なんですよ。そういう風に人間は進化してきて、だから人ってこんな進化したんですよ。要するに怠ける奴らをぶっ殺して、群れから追い出して、 それで人間って群れを保ってきたんですよ。今はみんなが宝飾の時代でいいものを作れてどこでもご飯が食べれるからみんなのことをねアシストしたりとかできるけど、でも昔人間はそれをしなかったことによって進化してきたんですよ。で、これはちゃんと目を向けるべきだと思いますよ、僕は。 そう,そうそう。別にそれを今しろとは思わないんだけど、ただ人間は、そうやっていろんなものを、少なくとも自分たちの道路いすらも、殺して、それで生き残ってきたのは人間ですから。だから僕はだから、なんだろう。人は全然綺麗な生き物じゃなくて、綺麗な歴史じゃないと思いますよ。 スタンディングディスク買ったのも大悟の影響。あー、スタンディングディスク最強ですね。進化してないの。いや、進化してないですね。うん。人間の脳とほとんど進化してないですから、昔と比べて。 えー、二十男です、えー。脱毛したいんですけど、おすすめの部位どこですか後悔するか心配です。またしたい人に対してし、えー、する人の割合は結構低いんですけど、その中で自分がするたんてそ心配です。料金はなんであんなに高いんですかより安く、より服用すると思いますか脱毛の免屋について知りたいです。便利ですねってことなんですが、いや、していいんじゃないですか別に。うん、だってヒゲとかさ、そうだし、あの、なんかこう、無駄じゃない毛あるのって、正直。あの、嫌なら別に脱毛すればいいと思うし、まあ、いいんだったらしてもいいと思うんだけど、うん。 おすすめの部位も何もないと思うわけど、まヒゲは絶対した方がいいんじゃないうん、だってヒゲ剃るんだったら。うん。あ、で、生やすんだったらしなくていいと思うんだけど、必要がない部分を、その脱毛することによって、普通に手間が省けるから、いいと思うけど、ただそんだけじゃないうん。より普及っていうか、まあ、うん。そんな高くないと思うけど。 全然、年賃やっていいと思いますけどね。3時47分でございます。皆さん。寝なくていいの。<laughs> 僕はだいぶ、あの、酔いが冷めたんでもう寝るよ。<laughs> すごいね。みんないつ寝てんのびっくりだよ。いや、俺もびっくりだけど。やべえな。 俺、明日もワイン会があった気がするんだけどな。起きれっかな、明日。起きれっかなって、明日、まともに。あ、え、ちょっとやばいかもしんない。<laughs> あ、えー、っと、うん、ちょっとやばいな、やばいな。明日、明日、そうか。明日、朝からあったか予定俺。ああ。あーあ。まあ。いいや。大丈夫。夜いいワイン会があるから頑張れる。 えー、ご回答ありがとうございました。え、問題を上にあげたから、そいつは異動になるんですが、口が上手いため騙される人間が出て、潰しに来られています。ししえー、んちゅうの虫です。えー、そいつは、獅子心中っていうの、これ。はい、えー、そいつはバカなやつなんでしょうが、結果ボロボロにさえ気づけば自分のネターがまだになってしまうってことなんですが、あれだから戦ったらいいじゃん、それ。だって、口が上手いため騙される人間出てこないんですけど、騙された人一人一人潰していけばいいわけだから。説得していけばいいわけだから。うん。 そもそもだって、なんかその60歳とかの人でしょそのマウントされてる BBA って人は。うん。もう仕事なくなるだろうから。うん。とい退職とかになるだろうからもういいんじゃない初めて見た四字熟語です。そうね。僕もそう思う。 師匠と成田たゆさんの人間を見る目を見てみますね。いやー、成田さんの方がちゃんと見てると思いますよ。僕ほら、あんまり人好きじゃないからさ、<laughs> 人間ってこんなもんだよねって、うん、思うんで。人間って頭おかしいからね。うんだって元々人間でさ、例えば、豊作要するにその食料が取れるようになるようにって言って、 大人たちが勝手に決めた子供を生け人にさせたりとかするのが人間ですよ。何の意味もないのに。うん、だから、もう普通じゃないのよ人間って。まともないんだよね。こんなに多くの生物を絶滅させてる生き物もいないし、こんなに戦争してる人間、えー、生き物もいないし、同族を殺してる、あのー、生物なんかいないんですよ。だからそもそも人間が道徳とか人徳とかを語んなって僕は思っちゃうんですよ。うん。 自分がまともだって思うことが人間の不幸の始まりだと僕は思いますよ。自分がまともと思うから他人を批判するし、喧嘩するし、戦争するし。 人のことを好きじゃない人は自分のことも好きじゃないんですかあ、それは関係ないですね。人類という種について考えてるので、人間という存在について考えてないですね。ピコだな何なぁにピコだ飛んできた飛んできたかわいいね,、うん、ね,ね。猫はいいね、本当にね。かわいいね。 ンプしたのすごいアンプしたじゃん。ポカポカだね。ぽコタたポカ。ななんポカポカなのかわいいね、ほんと。うん。見てくださいって、どう人に比べて、猫の美しさ。 で、皆さん知らない人間がさ、いきなりさ、家の前にいたらさ、どう思いますちょっと怖って思いますねでもさ、知らない猫がさ、こういう子がさ、家の前にいたらどう思います家の中入れません一旦。あ、かわいいって思って。そういうことだと思います。もう、猫ってすごいんですよ。あのー、 猫科の動物ってももちろんライオンとかトラとかいますけど、一番進化したのが猫で、この愛くるしさと可愛さ、そしてこの人間の心を射止めるっていうことに、えー、全力の進化を向けたのがこの家猫っていう生き物なんですよ。だからその家猫は、逆にこの人間の心を完全につかみ取ることによって、すべての猫科動物の中で頂点に君臨したんですよ。だから実は家猫って一番頭がいい進化をした、 生き物なんですよ。で、さらに、実は身体能力もちゃんと維持しているっていう、肉体と脳、脳というか頭の良さっていうのは感じさえていて、家猫をライオンのサイズにしたら、全然ライオンに勝てますからね、家猫って。家猫ってめっちゃ強力な、あの、筋肉を持ってまして、だから、大型猫っていないですか。大型犬っているけどゴールデンレトリバーとか、大型猫っていないじゃんなぜでかと,と大型猫にするとね、人間のことを秒殺できるからなんですよ。筋力が凄す,すぎて。そう。 犬は、あ、犬も好きですよ。リロ君はどう思いますかうん、知らん。<laughs> 会ったことないから。バレンタインに合うワインはあるんですよ。今度紹介します。 家猫がね、一番ね、肉体のバランス的に家らしいですよ。うん。一番強い猫らしいです。でこん。かわいいね。かわいいね。いや、この身体能力あるのに使わずとも生きていけるという、しかし身体能力を維持しているっていう、この感じが最高ですね、猫はね。 配信飽きないんですか飽きないね。読書も飽きないんだけど、いや、僕だからね、動画配信ってすごいなと思って。うん、僕やっぱ知識をアウトプットするの好きなんですよ。みんなにシェアするのが。だから多分飽きないんでしょうね。永遠に本読んでられるし、永遠に配信で、その、できるんですよ。だからもう変な話で、僕多分このテンションでずっと失業と24時間やれって言われたら多分できます。普通にできます。うん、っていうぐらい知識が好きなんです。 インプットするのもアウトプットするのも。そう。で、だから、なかそういう意味で言うとなんか,なんか変なしよ、ほら。あの、本当に好きな人と戦わなくちゃいけないって言ったじゃないですか。だからなんかテレビに出て、テレビに言われた通りに、りょうくんとかみたいにこうみんなが喜ぶみたいな、テレビにして喜ぶみたいな、何やれって言われたら僕もう5分と持たないんですよ。嫌だから。でも僕配信は好きなんですよ。なんでかって言うと僕好きだから。そうだから、好きで能力ある人と戦うリスクってこれなんですよ。正直僕、だからいろんなタレントさんとか、ね、あの、YouTuber とか始めてますけど、 大抵のタレントさんには勝てると思うんですよ。なんでかって言うと僕配信好きだから。彼らよりも。で、彼らやっぱりテレビの方が好きとか、テレビの方が上って思ってる人とか、やっぱりいっぱいいると思うんで、そういう人って YouTube に来るとできないんですよ。YouTube って生配信だったら、自分はこうやって話したり進めたりをするようなリアルタイム性とかが必要になってくるんで、これできないじゃん。で、動画編集とかもさ、今までは企画も含めて、えー、タレントさんってテレビからもらうばっかだったんですよ。だからどちらかっていうと、編集者とか、ディレクターとかの立場にいる人の方が、性質がある人の方が、 多分 YouTube で面白くできるんですよ。本処分することはあります。ドキドキ。 というわけでね、もう皆さん優しくてずーっともう、皆さん見てますもうすぐ4時ですよ。はい。もう4時なのにまだず,ず、ず、ずっとこの人数をキープするっていう。はい。そんなに面白い番組かこの番組は。は。いや、嬉しいけど。はい。明日じゃあ皆さんに一応お知らせしました。明日の D ラボで、 えっと、料理チャンネルの初回放送があります。僕とその料理チャンネルをやってるツッシーが一緒に放送して。で、これから D ラボではですね、ゆっくり食事、睡眠、運動が人生を変えるって言ってるじゃないですか。食事が一番なんですよ。で、この食事も、こういう食材がいいよって放送は今でいくらでもあったと思います。僕の放送じゃなくて YouTube でもあるし、いろんな動画でもあると思うし、美味しい料理を作ろうって放送あると思うんですけど、その全てでと違う放送をやります。D ラボでは、こういう食材をこれぐらいの量を取ると、 メンタルがこう良くなりますよ。集中力上がりますよ。恋愛のね、問題が解決しますよっていう風に、すべての問題って、実は料理というか食材で解決できるんじゃないのっていうのをテーマに、料理チャンネルの配信をスタートします。d ラボ b では、はい。で、ちゃんとプロのね、料理人を入れてやります。たか、ただこれポイントがありまして、二つ、えっと、三つポイントがあるんですよ。一つ目が、全部、お、もちろん美味しいです。美味しいんだけど体にいいものしかやりません。 体に良くて、えー、だろう、メンタル良くしたり、集中力を上げたりするっていう、その食事で人生を変えるっていうものをテーマにやるんで、体にいいものしか扱いません。これは1個目。2つ目。超簡単な料理ばっかり扱います。で、これなんでかっていうと、例えば皆さんがフレンチの料理をやろうとか、ね、あの牛、牛、牛、牛牛、牛牛牛場をやろうみたいな、なんかそういうこと、ビジネスとして料理やるんだったら手が込んでるものがいいんですよ。ところがね、健康のことを考えると、 手が混んでいない料理であればあるほど体にいいんですよ。なんでかって言ったら加工度って言って、料理って加工して例えばじゃあ、えー、ね、あのー、ね、煮込んだり焼いたりペーストにしたり、なんかいろいろしたりってやるじゃないですか。で、本当になんかフレンチとかそういう手が混んだ料理はそうしないといけないんだけど、日常生活やれる料理は、 なるべく手が混んでない料理、加工度が少ない料理の方がいいんですよ。イタリアンとかみたいに。素材を活かした料理で、うまい組み合わせ方とか調理方法を知ってる方がいいんです。なぜかっていうと、加工すれば加工するほど酸化するリスクがあって、酸素に触れることによって食材とか栄養素が落ちる場合があるんですよ。この酸化リスクを減らすためには、手間が少ない方がいいんですよ。つまり、超時短料理になります。それが二つ目のポイント。はい。 で、三つ目のポイントは何かっていうと、えっ、ー、と、料理のバリエーションをめっちゃ増やします。つまり、皆さんがゆくゆくはディエラーでは皆さんが家に余ってる食材をピッピッピッって選んだら、この食材だけ買ってくださいと。家に帰ってこのレシピのストにやってもらったら、めっちゃ肌が綺麗なら食材作れますよみたいなレシピ提案までできるようにしようと思ってて、科学的根拠があるようなレシピの提案をいたします。はい。というこの三つのポイントがあります。要するに、えっ、ー、と、とりあえず、えー、体に肌にいろんな問題を、えー、料理で解決しますよと。かつ時短です。加工度が少なければ少ないほど、 体にいいのでそして当然美味しい良いを保ちながら科学的根拠があるようなレシピの提案をするっていうサービスまで作るっていうのが、えー、新しいですね d ラボのサービスになりますんではいこれは結構すごいです僕もつ使いたかったってやつなんでこれがえっ、ー、と明日初回放送がありますねぜひね概要欄の方から、えー、d ラボ見れますんで見てみてください。はい あの、食事はね、ほんと人生変わりますよ。1、2年ぐらいで少なくとも肌も綺麗になるし、あの、集中力とかも全然変わってくるし、うん。あとはね、恋愛関係でも良くなります。やっぱ食事が良い,い人ってモテるんですよ。なんでかっていうと、やっぱりこう、見た目がこう、若くなるし、良くなるんで、食事が綺麗な人ってモテるんで、うん、おすすめです。 一日三食でも一食でもどっちでも行きます。はい。アトピーに効く料理とかも多分やると思いますね。うん。D ラボ会員なら誰でもやすか。あ、すいません。これ D ラボとはね、別サービスです。D ラボの中に別チャンネルができます。料理チャンネル、寿司の料理チャンネルってやつが、あの、できて、別課金です。だから D ラボの会員さんが使える別課金のサービスって感じです。だから今まではニコニコ動画でやってたんですよ、料理チャンネルって。でも、 ニコニコの料理チャンネルってね、問題がいっぱいあって、まず使いづらけてたの当然のこと、過去のレシピが有料になっちゃうんですよ。あのー、ニコニコ動画って。だから、1個のレシピを買うのに100円かかるんです。最低でも。だから、例えば、自分が今月入りました、1年前のレシピ見てみたいです。じゃあ、1年前のレシピ、えじゃあ3つ見てみたいです。言ったら300円かかっちゃうんですよ、余分に。買わなくちゃいけないんで。ところが、それも全部なしにして、もう D ラボのその料理チャンネルに入ってくれた人には、ニコニコの部分も含めて過去のレシピまで全部検索できます。もう見放題、使い放題っていう。 そういう感じで、あの2日に1回とか3日に1回とかぐらいでペースで新しいレシピが追加されていくっていうそういうやつになってるんで。<laughs> 16時間も何時間無理に決まってんだろうってことなんですけど、ね、ま <laughs> あかけて決まってんのかけてないけど全然できますよ。うん。最初の2週間きついけど。 800円ぐらいです。700円ちょいぐらいだと思います。多分。そうですね。僕もちょっといくらにしたのかちょっと聞いてないって言うっと雑たんですけど。はい。でも普通に食材の使い方とかも良くなるし、変に外食とかウーバーイースとか頼まなくて良くなるんで、全然ペイできると思いますよ。家族とかにも使えるだろうし。 カレオさんのチャンネルも一応入れる予定です。今後入ってくれるんで。無料お試し期間はすいません。ないです。はい。え、年払いは作ってません。ごめんなさい。作るかもしれないっす。大ごいつ寝てるの眠くなったら寝てます。 朝まではごめんなさい、やりません。もう寝ます。はい。いや、料理チャンネルは正直僕も課金したい。っていうぐらいいいチャンネルですね。はい、本当に。食材がね、扱えるってすごいのよ。食材を健康的に扱えるって、本当に能力ちょっと待って。ちょっと一瞬カメラ取り入れていい皆さんにじゃあいいものを見せましょう。 これが天使です。<laughs> 見て。見えるこれ。本棚の上になんかいると思ったら。苦しゅうない。リコさーん。何この手。 いい子かわいいねちなみに他の子たちは溶けてますピコタンん眠いね寝よっかねもうね何この手の位置うん はい。ということで。じゃあ、今日は終わりです。酔っ払ってやりすぎました。やばい。今一瞬パソコンの画面が映りましたね。すいません。ちょっとエロサイトが開かれていた可能性がありますが、あまあ気にしないでください。はい。よっうございました。また、明日もよろしくお願いします。はい。おすみない。